なんだっけ、書類がいっぱいいろいろいるんですよね。はい。あ、じゃなかった、書類じゃなくて。とりあえずですね、うちの、債務を落とさないといけないからですね、普通金の払い出しがいるんですよね。あ、そう。なんで、普通金の通帳と印鑑がいる。まずね。はい。そうです、まず、そっちがいるんです。そこからね。で、それで落としたら、抹消の関係の書類をうちが準備するんですね。あ、じゃあ、はい、まずこれ、ね。まず、返さないといけないです。はい。ごめんなさい。これがね、記帳されてないんで、あれですけど、入ってますので、はい。あ、すいません。失礼します。はい。これが普通期の払い出しの伝票なんですけど、これちょっと書いていただいてもよろしいですか？ハンコじゃダメ。あ、これが個人の分なんで。はい。今日の日付とお名前と口座番号ですね。はい。すいません、左上が今日の日付です。すみません、失礼します。西暦？そうですね、24年でいいです。24年の10月。西暦じゃない。そうですね。24年10月、12月。そうですね。で、番号はこれですね。1069-612です。で、お名前ですね。金額がこの金額になりますね。はいはいはい、ですね。はい。そして、はい、金額。これです。この金額を書いてもらってです。すみません、ありがとうございます。はい。この間からいろいろすみませんでしたね、迷惑をかして。あ、いやいや、いいですよ。いろいろ申し訳ないです、ね。ただ、なんだっけ、必要な書類が、違うとか言い忘れてるところは初めてでした。ああ、そうなんですか。うん。ほら、結局、まあ、代表者が亡くなったので、はいはい、結局、そのほら、代表者の変更を、はい、しますのでっていうので、はい、まあ、四つ銀行をね、ああ、そうなんですね。全部売って、要するに、必要な書類が揃う、なんか言ってらくしゃらなくって、ああ、本当ですか。うん。で、ほら、もうその日に全部片付けたかったから、はい、はい。うん、違ったんですよね。そうですね。いや、その前にね、うちがどういうことで、その結局、してるのかっていうのを、はい、たまたまその異業種交流会で発表したときに、はい、DVD に撮ってくださってた方があったんですよ。はいはい、そういう仕事をしてある方がね。はい、で、こう、たるたまたまこの本屋に置いとったら、はい、これ見させていただいて、拝見していいですかって。はい、言おっしゃったわけ。はい、この人、偉いね。いや、今後お取引をするのにね、どういう会社なのかを知っとかないと、やっぱいけないと思うから、勉強させてくださいと。その前の担当はですね。そうよ。いや、そこまでは偉いと思ったよ。でもさ、普通担当変わってうんぬんって挨拶に行った時でもさ、いっぺんは返すとかさ。そうですね。で、返せって言うのに、で、ずーっと、あと笑い事じゃないよ。すいません。もう山崎いっぺん怖いって、お前。お付き合いだけどね、そのね、はっきりね、くっかみはいいよ。転勤だった時点でさ、挨拶だけど一応って言って、普通は返すですね。やろう。だってそういえば、お前解散権さ、言ったら、なんかそんなに DVD を貸しちゃうぐらい仲良しだって、違うって、こんなことみたいなもん。こんなこと、もう遊びはないっちゃけんね、さ。すいません、本当に。笑いよかって、私から言ったらね、逆に今、期待しただけね、がっかりみたいな感じよ、どっちかっていうと。ああ、そうです、ね。トークさ、そうよ。あと、分かったかな。いや、もう、申し訳ないです。いや、もう、パロディーよ、それやったら、逆に。もう、あれね、だけどね、はい、ね、
その、ほら、もう転勤になったけんさ、関係ないじゃないよ。また戻ってくることもあるけど、一応さ、そうですね、一応返せないかんと、お前、しかもよ、ね、その間に何ヶ月もあるって、半年以上とか。で、転勤になったらそのまま、何も挨拶にも来んでよ。そのままって。それちょっと、間違いないです、ね。ないよ。すいません。帰って余計悪い印象与えたままなんだ。そうですね。もう、それだったらよっぽどそうなったら、つやに、はい、借りて行くだって。もうそうですね。申し訳ないです。いや、しかもさ、名前何個もあるんじゃないけど、やろうって言ってやったんじゃないけど、最後の1個やったけどさ。ああ、そうなんですね。で、次に何かの話の時に、あら、そうないね、みたいな話になってさ。はい。困るわけよ。ああ、そうですね。困るよ。笑いよったで、今。いや、ちょっと、すいません。この件に関して。いや、もう、申し訳ないですよ。いや、申し訳ないって、母じゃないって。と。いいけど。はい。だけどさ、そこら辺がね、なんて言ったらいいと、言っちゃけ、つかみはよかったっちゃけどさ。そうですね。ねえ。そうですね。山崎に言ってもらったら、すいません。山崎に言ってもらったら、それ、ちょっと困る。そこで山崎に代わってすいませんって言いますけど、いや、もう、いや、もう、そうですよ。同じぐらいの年、お年か。いや、全然上です。あ、じゃあ、お年。私はもう27です。全然。あの、ごめん、あの、先輩の落ち度を聞いて、笑いようかもしれんけど、いや、もう、あの、さっき、掴み合うかだよ。ね。普通はもう、すぐ解散といかんですよね。いや、まあ、すぐじゃなくても、転勤になった時点で、いや、そうですけど。ちょっとほら、要するに節目として、あの、はい、うん。だから、じゃあよく、じゃあ見る時間が、それは、2時間近くもあるもんやけんさ、もう外映画見るみたいなもんよ。だけど、その、なかなか見る時間がなかったと。いやいや、でもさ、ね、借りてきとって、言っとっちゃけんさ、内容知らんってわけいかんけん、例えばちょっとほら、ペロッと焼き回しとかもできるわけやん。ああ、そうですね。そして返してもいいやな、はい、一応。はい、そうですね。やろ？で、すいません、ちょっと内容までね、まあ、はい、ちょこっと最初の触りしか見れてなかったんですけど、はい、いいやな、はい。そうですね。だって、私は見れって言って、私は無理にやる渡したわけじゃなくて、本当に言ってないですね。ねえ、思わんだけど、もうなんかもう、いや、いいけどと思いながらさ、うん、まあ、ちょっとそれはね、で、もう書類振りとかなんかはね、もう、だけど、そんなの重なったらさ、もうどういうことみたいなね、あ、そうですね。にはなるよね。いや、でもね、私今回ね、あの、国金ってさ、はい、あの、やっぱり、不動産の価値でしか見らんちゃうね、あそこってね。ああ。それはもう本当思った。うん。それでもう、こことかさ、うん、建物も老朽化しとうし、その土地自体は、はい、その、700万ぐらい の価値しかないっちゃん、はい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 。だけど、結局地道に自分が、今人に貸しとっちゃうけど、はい、マンションを買って、はい、結局まあ、そう、支払いを待っとっちゃうけど、はい、でその合わせ技で、はい、うん、やっぱりこう、それで評価。で、マンションってね、意外と評価価値あるとよ。私今回初めて知った。そう、土地じゃないといけないって思い込んどったっちゃうけど。やっぱり、年数とかによるんですよ。まあ年数にもよるじゃろうけどね。そう、場所ですね。場所ね。場所と年数によるんですよ。うんうん、やっぱ、マンションやっぱ評価落ちやすいです。もう。うん、って言っても、うん、って言っても評価高かったよ。その、あ、今回あれですか、国金で借り入れされたんですか、うん、0.95。そう。安いですね。うん、いや、どけんと。いや、安いですね。うん、だけ悪いけど、ほら、2.6 いくつとかさ。あ、それメリット出ますよ。そう。そう。0.95 です。そう。いや、で、その 0.95 で借りるのにね、その、今までの、もちろん会社の蓄積、あの業績も見ようしゃっちゃけど、ずっともにしてきとるけんね、はいはい。だけど、その、要するに、やっぱり何かの担保価値があったら、要するに、保証人はいらないっていうわけで。だから、誰かにまた頭下げてこうって、ね、大変なことなんよ、それって。ね、でつまり、第三者の、保証人が必要、はい。これ結構ネックなんよね。だけど、そうですね、土地そういうのが、とあその不動産、行きと不動産があったら、はい。はい、うん、多分、あれですよ、国金はその、もちろんマンションの評価もなんですけど、多分預金ですよ。預金とかは見とるんですよ。あ、そう。あの、預金がいくらあるとか、あ、そういうの結構重視するんですよ。ちょっと銀行とはちょっと違うんですよね。そうね。で、なんかもう、二つ返事やった。で、それで寝てとか抜けてくれって話だっけ。あ、そうですね。それはもうもちろん、ね、それは設定選定感ぐらいですね、国金が。うん、ね。ということで。あ、もちろんあれですよね。あの、社長の名義で借りられたんですね。もちろん。え、です、です、もちろんです。いや、誰の名義借りられたんですか？あれ？あれ？それ？会社じゃないかなとちょっと思ったら、それはないですね。あ、なんで？いえ、ちょっと、会社ってことはないですよね。どういう意味？会社で借り入れとか。どういう意味？会社でも国金ありますもんね。あ、会社の借り入れよ。ん？なんで？株式。あの、なんでどういう意味？ごめん。今回の分は、その、社長の名義で、借り入れされてるんですね。その国金に？はい、そうです。じゃないですか？会社が借りるって言うけど、どうして？会社で借りるんですか？会社で借りたよ。だって昔もそうやけど。なんでどういう意味？お、この、
この一応債務は、あの、社長の債務じゃないですか。あの、これこれ、これです、これ。何用と？これは、うちにそれだけの預金があるけん、うちから、私の会社の預金をこれに入れただけやない、別には。あ、そういうことなんですか。うん。その、ちょっと、自分が聞いとったのはちょっと違うんですけどね。その、他の、なんであの銀行で借り入れされて返す。違う。これも預金。自分の預金よ、それは。で、返すって形なんですか。うん、いや、どうか。ちょっと、一からちょっと、どうやって、ちょっと私は把握してないですね。別にこれってこれここから出すだけやんから。あ、もう自己資金で返済されるんですね。そうだけど、ああで、その0.95ってその会社で借り入れされるっていう意味だったんですか。だって相続税払わないかんけんか。あ、そういう意味だったんですか。そう。だけど、この分はもう、うん、だけどね、要は。これ今、ね、うちの分をその、うん、他の銀行で肩代わりっていうか、すると思ったんですけど。違う。それは違うと。それは別の話なんです。だから、これさ、ね、これさ。はい、これほら、吉住かなになったけんしても会社のお金やんない。だけん、まあ、私からしてみれば折り目正しく会社から借りたということで、吉住かなへの貸付金っていうふうにしたよ。ああ、社内的にはね。そうですね。それでこれでこうしたっちゃけど、そうではなくて、あの、結局ほら、あの、社長が亡くなったけん、結局ほら、あの、退職金を出さないかやな、会社は。はい、ね、そうですね、はい。で、そういう意味でも有利な資金繰りをしとかないかんやね。はい。それでたまたま国金が、あの、ちょうどもう全残高ゼロになっとうけん、はい、借りられませんかって言われたけん、実はこういうことで、どうも相続税が1000万くると。だけ少しでも有利な借り方をしときたいけんって言ったら、ああ、できますよ、で、こうで、なんか、ありませんかって言われたけ ん、ね、うちの、私はマンション名義持っとうで、これ、こうなるけん、なんかそれでも話を進めましょうっていう話だわけ。だけ寝てとか抜けてほしい。ああ、だけど、ここだけの話じゃないって。ああ、だけど、その、国金が抵当入れるんですか？入れますよ。ああ、か、社長の分でも。そうよ。うん、ああ、そうなんですか。なんで、おかしいと。いえ。ああ、そうなんですね。ものすごくだけ1000万でしょ。借り入れ。1400万。1400でしょ、うん。それでも担保取るんですか。うん、なんで？いえ、国金はもう、結構無担保やっぱ多いですよ。あの、担保もらって。ああ、いや、だから、いいよやない。要するに、第三者以外の、結局、その、保証人がつかない場合の、一応、社長が保証人になるんでしょ、もちろん。普通は、あの、会社の代取りが社長になるんですけど、うん、社長も保証人になってるんでしょ。何？あの、私が会社で、会社から借りる。何？どういう意味？自分はちょっと意味わかんないんですけど、その、うん、会社でもちろん国金借り入れされるんでしょ。うん。そしたら、だけん、私が結局、その、うん、要するに、なるけん、他の第三者の保証人はいらないって意味やん。そうです。それでもその、社長の自宅っていうかその、マンションまで担保に取るんです。いや、だってここもう、ただ同然も700万ぐらいしかない、こっち。いや、それでね、やっぱり、地道にね、持ち家を、そういうふうにマンションでも持ち家を持っとくと話が強いねって話をしたいだけだ、別に。そうなんですね。ハンサムさんだよね。ああ、そうなんですか。新規から来たよ、なんか。来た。本当ですね。何送ってきそうですか。何、今の話何ば言うと？ええー、もう、わかりました。わかった。
借りしました。なんでね、私からしたら、あ、なんだろう。会社で借りされとったんです。なんで、ちょっと。あ、向かわしね。そうそう。で、要するに、なんで、その、引き合ってさ、お金を融資する貸金の、まあ、そうですね、業じゃない。だからそれに銀行は貸せない、貸さないって、国庫も国金も貸さないって、貸さないっていう約束があるんやけど、うちほら、あの、リサイクルショップじゃないけど、販売を建て増しするときに、その建て増しの資金として、その、欲しいということで、いっぺんその、おね、ダメ元でお願いしてみたと。そしたら、それが15年くらい前なんやけど、ほら、ちゃんと5年で返す、また返す、3回くらい実績あるやない。だそのたんびにずっと枠を広げてってくれんしゃったと。ああ、そうなんですね。うん、それで、なるほど、うん、それで、その結局、その、いちいちもうね、その、第三者の保証人をこう立てる、お願いするっていうのがしにくいけん、なんとか方法ないかって聞いたわけ。ああ、そうなんですね。そしたら、そういう形やったら、もう、あ、もう、その第三者を、どうのこうのってお願いされる必要ないですよって言われた。ああ、そうなんですね。そうそうそう。いや、それでね、やっぱり大変かもしれんけど、その、自分で少しずつでいいから、そのほら、若い、26とか7ぐらいからずっと結構マンションを結構自分でね、はい、払い寄って、もう今はちょっと広すぎるし、ちょっとささぐりなもんだから、はい、そこから通うのって、いっぺんね、水浸しになった時に、怒って2時間ぐらい、もう大渋滞になった時に、そうですね、店が開けられなくなっちゃう。だけどもう絶対近くに住んどかないかんって思って、ね、あの、要するにここの責任者はね、責任者はね、諏訪鎌倉じゃないけど、ほら、よくさ、お城の近くに、上級武士は住むやん。これやねと思ったんや、私。だけどね、大体ね、通勤がね、会社に勤めよう人間がよ、通勤が1時間半やらかかるやつは、はっきり言って、下級武士やね、私からましたあ、近くに住むのかな、まあ、そうですね、その通り。諏訪鎌倉よ。やっぱ、いざという時に駆けつけれるかどうか。ですね。ね、思う？ 1 時間半はちょっときついですね。ね、毎日1時間半とかって、バカじゃない？ちょっと無理ですね。無理やね。はい、っていうことで、あの、やっぱり、その、自分の、あの、本拠地、はい、ここで一生懸命やる、これだね。あの、仕事への真剣味の尺だよね。ああ、そうです、ね。もしかも、ここに住むみたいな。ああ、そうですね。住めるもんならね。はい、っていう感覚よね。ああ、そうです、ね。どれぐらいその人がその会社に真剣にね、取り組みようかっていうふうになるっちゃうけど、ね、いや、それがね、この辺なかったわけよ、その頃。うん、その、分譲マンション名。まあ、今もべっくらする頃あるけど、ね、なかったんでしょ、だけ、何年かな。あの、昭和5年とか。ああ、そうですね。はい。うん、そうそう。それで、その頃ね、おじんちね、お前、あの、マンションっていうのはね、あの、ほら、肌が言ったように、評価価値の下がっていくだけやけ、一戸建てば買わない意味ないけどって言われたんだけど、一戸建てをそう簡単にさ、青二歳は買えんよな、思わん？買えないですよ。で、はい、私、普通の家賃払うぐらいやったらね、そういう形で払っていけば、あとあと、ほら、自分はもうそこすまんなと思っても、どっか借りても、あの、ね、人に貸せるところ、ね、場所がいいところにしとけば、絶対いいはずやけんって思っとったわけ。で、ささくりってね、あの、ちょうどこう、お子さんを育てるぐらいのところ、人だったらいい場所なんよ。ちょうどこう、なんか、田舎町で、こう、のんびりしとくけど、ものすごくどいなかじゃないし。はい、そうですね。ささくりってだって、空港に乗ってしまえば博多駅まで。ね。すぐですね。すぐやけんね。はい、なので、場所で選んどったと。そういう意味で。ああ、そうなんですね。もし自分が子供を産んで、その家庭をどのこしたとしても、いい場所やけんと思って。ああ、そうなんですね。でも、まあ人生いろいろ違うことが計算がずれていくわけよ。だから、全然離婚したけんさ、その、ああ、そうなんですね。ほら、離婚しても家に住み続けるってやっぱ嫌やったわけよ。自分でこう空気、頭の中よどんでしまって。はい。だけ、動いて、人に貸してっていう。で、私は仮住まいしとったってね。ああ、そうなんですね。でも、そのマンションが行きたいんよ。ああ、そうですね。うん、今回。いや、だから持った、私。うん。あの時売ってしまわれてよかった。はい。うん。だけ、商売していくのやったら、そういう、こう、一戸建てでもなくても、あ、そろそろ、国旗の人呼んだったよ。あの、逆に博多駅の周りの古い、もう、首ひねるぐらいの古いマンションとかの評価額上がってますって。おうん、いい話聞いたよ、私が。そうですね。うん、だけど、要は、あと、それと、その人のほら会社の実績があってね。ああ、もちろんそうですね。もちろん、その、もちろん合わせ方よ。はい。それだけじゃ絶対ダメやけど、はい、あの、無理してるんじゃないけど、うん、持ち家、一戸建てじゃなくてもいいけん、マンションをちゃんと自分でこう、払いようこと。ああ。とかいうのは、その人が、きちんとしてるということを見られるみたいね。ああ、そうですね。あのね、山一証券潰れたやん。はい。で不幸なことに、うちのいとこも、山一証券に勤めて、山一証券でご縁があって、結婚した。山一証券潰れたやん。その時も、再就職の時ね、持ち家をちゃんと持って、あったけんっていうので、堅実性が、あれされて、やっぱ就職有利やったらしいよ。ああ、そうなんですか。言った。
そう。やっぱりね、寝なし草になるんよ。ああ、そうですね。いざっていう時。だ大変かもしれんけど、その、で、今さ、何らかでの住宅の、その、持つことに関しては、低金利でさ、安いですね。安いやろ。だけやっぱ持たないかんとよ。そうですね。うん。そう。だってさ、最悪よ。ま、ごめん、それを狙ってじゃないけど、なんかって、なくなっても、別にほら、借金は残らんやな。終わるやな。まあそうですね。それで、こういった、そうそうそう、そうそうそう。だけ借りと寝なし草よりも、絶対持ち家を持っとう人の方が、いざっていう時は、社会的信用があるってことですよ。そうですね。電話の加入権とかもそうやん。別に、もう、はっきり言ってさ、いらんやん。そう、はっきり言ってね。いらんけど、ね、あるのとないので全然違うやろ。就職の時にね、携帯しかないって言われたら、それええと思うもん。まあ、それはそうですよね。ね。これって形骸化しとうかもしれんけど、やっぱ固定電話、お家が、一応固定電話あっての携帯どもは。そうです。ね。本当は、いらんで持ってないですもんね。ね、持ってないもんね。でもほら、商売するのに。まあもちろんそうですね。それはもう。固定電話がない人だと考えないと。絶対ない。最低基本一本あって、連絡が取れるホット、ああ、そうです。本っていうか、ね、ホットラインがこれよみたいな。そうですね。で、それを教えるのが、もうほら、限られた人にしか教えないみたいな。そうですね。感じよね。どっちかっていうとね。ごめん、いらん話が。言ってます、いえ。もう、しょうがないですか、やっぱもう、会社で試験とかってのはもうこれ以上いらんでしょ。その、借り入れとか、せんでしょ。あのね、それでさ、結局、手形っていう形のあれを取らせてもらってやない。ああ、手形じゃなくて、その、当座貸し越しっていう枠なんですよね。あ、うちの分でしょ。うん、あの、当座貸し越しです。うんうん、なんで、1000万の枠があるんですよ。あるよね。そうそうそう。それもいつでも使えるんですよ。で、それって何パーセントだ金利ですか、うん、金利が 2. 何倍やってさ。そうやもん。なんとかならんとこれ。高すぎるな、あんた。どれ考えたって。あんたの給料とかさ、みんなのもう担い手っていうのはあるかもしれませんけどさ。そげえ零細金利よ。なぁ、なんで 2. 何パーセントって。2. 何倍でも安いんですよ、本当は。本当？今やっぱ金利が下がっとんで、その高く感じますけども、2. 何倍でも本当は安いんですよ。で、どうしてそう、どうしたらどこの、どこの、どこの、どの口が言おうとね、それ。自分の口が言おうと言えば。何言ってんだ、先生が言うまだそんな。ペテン師みたいなことばっかり言ってから、もう。で、安高すぎる、それは。高すぎる。高いです。高い。高い。どこ行けんだって乗り換えられるっちゃろ、もう。いや、もう、まあ、そうですね。もうちょっとなんとかしよう。もうちょっといい話を、あ、いい話守ってきていいよ。いや、そこ笑うとこじゃない。笑うとこじゃないよ。私は、まあ、一担当者なんで、やっぱり、決定権は、その、うん、だけ、だけ、だけ、そんなん言おったって言いおき言いおき、まあ、ちょっとそのパーセンテージじゃ、とても乗っかる気にならん。社長のお考えとしては、その、利用っていうか、っていう考えはあるんですか？使いたいっていうか。いや、というか、今のところ全然必要ないんよ。あ、でも今後。うん、今後必要っていうときに、その金利は嫌。ああ、そりゃそうやろ。もちろんですね。ね。もうちょっと考えて、その金利。2. 何パーセントはちょっと。ええって感じよ、今の時。いや、0.95 でもね、私はね、0.95 でも、敏腕な人はね、0.68 とかに持っていく人もいるよ。その、0.68 じゃないでしょ。そうよ。いや、そうよ。あともうちょい勉強した方がいいよ。今度、講習会行かんね。え、こんな人ごるって、怖ーって思いましたよ。私勉強したっちゃ。そう、どこの銀行はそんなの出しとんですか？知らん。これ私も研究せないかんねん。このおじさん。このおじさん、0.68% で銀行から借りちゃうらしいよ。だけど、0.68 とは言わん。0.68 歳は、この人、そんな人よ。ちょっと見てもいいですか？いいよ。よかったら、この人の話聞きに行こう、行ったら。私も行くよ。毎回勉強してよ、この人の。ああ、そうなんですか。あのね、要はね、この人が言いたいのはね、ほら、大企業。はい、ね。大企業は、その法人税も払っていろいろせないかんけどね、はい。零細企業の時は、いろいろそうやって上手にせんと、ね、はい。ダム式経営、余裕のある経営に持っていくためにはね、はい、銀行さんと上手に付き合わないかんよって言いましたわけで。ああ、そうですね。うんうん、で、2.何%は高いよ。はい、そうですね。そうですね、あんたって話が違ってきたやつね。その通り、その、切り入って、その、高いのは分かってるんですけど。うん、ただ、利息が安いのだけが魅力ではいけないとは思うっちゃけどね、でもやっぱり 2% は高いよって。ね、確かにまあ、そうですね。うんまあ、その、うちはまあ、信用金庫なんですけど、うんうん、やっぱりその、ちょっと銀行とはちょっと違うんですよね。ちょっと、やっぱりどうしても金利が高くなってしまうんですよ。うん、信用金庫なんで。
じゃあ、もう次の付き合いは福岡銀行に行ってしまう。またそのね。いいとね。そんなことないんですけど、その。何言うばって、そげん言うばってさ、福岡銀行はさ、1% 以下でうんぬんって言ってきにしちゃうかもしれんよ。あれ。まあ確かにそうですね。うん。いや、ありがたいことにそれだけの実績はうちにあるけって。あるでしょうね、うん、それは。うん。だけどそこで、ね、平気で 2% 以上で私に言ってくるのは、そら、じゃあ、DVD ば返さなかった以上に罪よ。そうですね、その、ちょっと、でね、やっぱりその、うちね、決めれんからですね。うちね、今後、これで何をしたいかと思って言ってるかというと、うちってさ、まあ、中古扱いようわけや、はい。で、この中古っていうのをなぜ扱うかって言ったら、まあ、もったいないとかなんかとかいうことで、エコに、少しでも地球に優しい生活のお手伝いをするっていうのを、こう、テーマにこうずっと今度から持っていこうと思うよ。はいね、はい、でその時にやっぱ太陽光発電やろ。はい、だって、視野ってさ、やっぱり防犯の意味で夜光光と電気を照らしとかないかんわけ。そうですね。で、あんな震災があったとかなので、どうしようかなと思ったわけよ。はい、私、電気消そうかなって。でも、防犯の意味で、ちょっとそれは私たちの業種から消されんよね。はい、そうですね。で、あ、太陽光を考えたら。そうそうそう、太陽光とかで。今後つけようと。ちょっともう今だけ何社かしようわけ。あ、本当ですか。あ、されてるんですか。いや、ちょうど今、吟味中。ね。それと、あとは、電気自動車とかになっていかないかんよね。で、その時に、急速充電ができる場所ってとっても便利なんですって。はい、って意味で、はい、ドライブスルー質屋ではなく、はい、急速充電ができる質屋。はい。はい、新しくない？ああ、そうですね。つまり、お客様は、そこで電気自動車で来られて、うちを利用されるお客様は無料だ。はい、充電がね、はい。だけど、それだけのために来られる人は、充電の分では1回500。ああ、そうですね。どう？そうですね。っていうような時にさ、うん、資金繰りで必要だなっていう時に、2% はないやろ。その話を他のところの銀行持ってったら、2% じゃなくてもっと安い金利で貸してくれるよ。そうでしょうね。でしょ？やっぱりその、そういう強い企業理念に乗っ取って、そういうことしたいけん、資金繰り、つまりね、太陽光発電が安くなって、で導入するんじゃなくて、今だから意味があるみたいな時にさ、はい、先行投資っていう言い方があるとするよね、はい、これ先行投資と思っちゃう私。あ、そうです、ね、じゃない、はい、いや、その通りです。そうそう、先手必勝よ。太陽光とかってやっぱ結構安いんですか、何社かに当たって。だから今ね、今の3社目、うん、あ、結構知ってる会社があるんですよ。今太陽光。あ、そう。じゃあ見積もりだけでも出してもらっていい？あ、今2社目。はい、うん、そのあれやったら、じゃあ。どういう規模っていうか、その。あ、いやいや、どけ、もう、この屋根だけよ。この屋根だけよ。屋根だけ。うん、この屋根。まあ、ちょっとその詳しいことまでちょっと。いや、それは分からんねえけど。分からんねえけど。じゃあ、ちょっと、もしあれやったら、そういう太陽光発電にものすごく興味があるというので。ああ、そうなんですか。あと、その、日産リーフだけは、その、なんだっけ、急速充電を、はい、あ、10万で、なんか、設定してくれるんですって。はい。で、まあ、その日産でね。ああ、そうなんですね。うん、もし、この社長から電話とか。ああ、いいですよ、いいですよ。もし、うん、いいんですか、うん、いい。その代わり、ごめん。すごく、やっぱごめん。何社とも比べて、どことするかは。ああ、そうですね、うん。シビアの話だけ。そうですね。うん。うん、僕はちょっとさ、金利さ、銀行と違うんですよね。2% なんですよ。はじゃあ、ちょっと厳しいよね。そうですね、それは。もう私、汚なく全部いいよけ、その。あ、もちろんそうですね。ね、うん、もう支店長にちょっと相談します。うん、そうね。じゃあのとりあえずじゃあ1000万の枠はあるんだけども、最終的にそのぐらいなんだって話ですね。そうです。でもちょっとその金利は魅力じゃない。一応その金利を下げるにあたってですね、うんうん、会社の決算書ですね。はいはい。今期の分、うん、それをいただいてないんですよね。あ、そんな、じゃあその今期は、あ、渡しとこうか。じゃあ、あと、なんだか返してもらうときに。それ絶対返してよ。当たり前、そんなね、当たり前ですよ。本当、一番大事なもんや。そうそう、もうそれは返してよ。当たり前ですから今、ちょうどだから20年目なんですよ、こっちは。ああ、そうなんですね。ちょうど20年目の節目なんです。はい、どうぞ。小学校の時の成績みたいにいいですよ。ああ、いいですね、なんか。
だけ成績がいいけん、いかんって、相続税は。逆に。なんも考えてない。そうですね、結構、税金が持ってかれそうですね。うん、やっぱ利益は金で飛んで。いや、それでさ、ね、それでさ、ね、株式会社にすることを進めてくれたいい税理士さんやけど、はい、この20年手を打ってなさすぎると思わんねん。確かにそうですね。だけど、それ、うん。税金を払いすぎとですね。でしょ？これなんとか、調整せんといかんですけどね。ねえ。もっと役員報酬を取っていいんじゃないですか？ひどから私40万しかもらってないじゃん。もっと取っていいんじゃないですか？うん。いや、だけん、これ、これから。これ、あの、お母さんの分も入ってる。そうそうそう。やけん、だけん、要するに、私、10月からは一応100万もらおうと思うよって。ああ、そうですね。ね、そのぐらい合うもんね。はい。うん。そして、もちろん、使わんよ。もう、私、月に5万円からの生活をするわけで、実は。そう。いや、それでさ、ちょっとね、私の役員報酬安すぎるよね。いや、安いですよ。いや、もう取っていいよ。もっと大きく言って、もう本当私、すごく、マッチ売りの少女って呼んで、本当。こんな20年の生活をするんだよ、私。最初はすごいよ。7万5千円しかなかったね。そのうち、生活しよっちゃけんって言って、3万入れよって言うと、4万5千円で生活しよったよ。あの、みんながバブルの頃。でも、だけに今があると。そうですね。そう。堅実な生活を身につけておけ。いや、そうですよ。やっぱ派手な生活しよったら、ダメですもんね。あのね、これがね、いわゆるね、あの、美味しいもの、高くて美味しいもの、はい、舌がすぐ慣れてしまうわけ。ああ、そうそう。贅沢にはすぐ慣れるとダメですね。だけどね、厳しくしつけてくれたわけよ、親が。ああ。ね、思わん？それはありがたいと思う。いや、そうですね。湯水のようにどん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 何もされてないもんね。そうですね。そして、なおかつ、相続税という最後のお土産。そうですね。お前も少しもっと苦労せれて。そうですね。すごい良い子やねと思ったけどね。そうですね。素晴らしい子やろ。文句のつけようがないもん。ね、いや、だってそうやない。ね。親が全部してくれてよ。ね、苦労してないって言ったらあれやけど、これだけしときゃさ、ね、逆に味方がつきやすいって思わんで。ですね。そのシナリオをちゃんと変えてくれとったよ。本当ですね。そういう意味ではすごくない。奥が深くない、うちの親、逆に。でもそれでも節税対策をね、じゃあ私から言わせればよ。ね。プロなわけやない。その、ファイナンス面の。そうですね。これ税理士さん、あまりにも何にも考えてない税理士さんと思わんね。助業も。これで、そうですね、私ね、株式会社にした時の、その、要するに、引っ張、あの、私たちに誘導してくれたこと。はい。それから、その、例えば、これもあるとよ。はい。あの、まだ、はっきり実績ができてなかった頃の、はい、第三者の保証人になってくれた先生よ。はい、あ、そうなんですか。そう。だってそこにはものすごく本気があるよ。でも、見てくれてないよね。そうですね。こんだけ払っとんでしょ。そうですよ。86万7千。はい。その、ね、その価値ありますか？ないでしょ。高いです。月にいくら払いますか？ 6 割る10にするよ。で、あれでしょ、多分決算、まあ、決算書を作るときにまた取るんでしょ。どけもこれ。ちょっと。これ変わってもおかしくないよね。そうですね。いや、それでね、私ね、商工会にさ、それを言ったわけよ。ね。はい、たら、結局、今から半分にしてくれとか言うのはあるけど、ほら、でもさ、それを言うってことは、まだ今から続けたいっていう気持ちがあってすることやない。そうですね。だけ私はもう変わろうと思うんだけど、この先生、ね、この先生に。あ、でも、あの、銀行の、その、あの、決算書の見た目からしたら、ものすごいです。やっぱ、どういう意味、どういう意味、あの、見た目っていうか、こんだけ利益出してるじゃないですか。うん、もうすぐ融資できます。いや、だけどさ、銀行の見た目としたら、そうそう、だけどね、銀行から先生はね、先生はね、銀行の監査がご専門なんや。だけ、銀行から見られるときに、もう、すごくいい状態。いいです。やっぱもう、文句のつけはないです。やろ？やろ？もうこんだけ利益出しとったら。いや、情け 2% は高かろうもんって言った。そこかいみたいな。まあ、そうですね。でも、私のこの憤慨はおかしくないやろ。いや、もちろんです。だって、私がさ、それ全部そんな税理士みたいに全部わかるわけないやない。そこはそろそろ、そのフィールドと思うんで。そうです、その専門ですよ。大事な参謀やろ。もちろん。その、これあんまりと思わない。これちょっと分けて、力量不足と思う。そうですね。この人がずっとうちを担当しとったらおかしくないね。いやー、本当です。いや、それでさ、はい、私からしてみればね、20年も付き合ってきたところは変わるわけよ。やっぱメンタル的にはきついよ。そうですね。親が亡くなってこれで変わるって。そうですね。どれ思う？いや、ものすごく孤独な、さ、あの、はい、あれですよ。選択ですよ。そうですね。でもせないかんと思わんね。はい。いや、もちろんですよ、それは。うん、お金払っとうからですね。お金払っとう以上ちゃんとしてもらうといかんですよ。それは。でもそこがぐちゃぐちゃ言うのはね、要するに治ってもらいたい。でもね、その、もう結構年配の人なんですか？担当者が。あ、担当者ですか？あ、そうなんですね。年齢が多い先生が見る、もう要するにほら、先生は拡大路線で行きましたっけ？ああ、そうですね。でも、それでも見ないかと思う。もちろんですよ、それは。それは絶対先頭に。これ私の憤慨おかしくないよね。おかしいな言って。言っていいですよ。
これ、私が今言ってるので、いや、こういう考え方もありますよって、もしおかしいと思ったら。いやいや、いいですよ。それ言っていいことですよ。じゃ変わっておかしくないね。もちろんです。でこれさ、でもその、なんで、とりあえずその変わるまでもう一回話した方がいいんですよ。その、どうにかしてくれって。なんで、どうにかしてくれって。例えば、その、社長が、その、税金とかですね、うん。もうちょっと抑えてくれとか。あ、いや、それがね、結局ね、先生ってさ、この先生はね、国民の三大義務みたいな感じで。ああ、そうなんですね。うん。いや、でも、それ私は、まあ、そうですね。それがさ、私はね、高校実は奨学金もらっていた。あ、そうなんですか。だから、公的なもので学校に行かせてもらったっていう恩義があるから、もう、その、節税対策をするなんていうのは、私の中にはなかったわけよ。もう、税、うーんって納めるのは普通と思うんだけど。でも、まあ、いろんなことがあって、会社っていつもいい時ばっかりじゃないよね。そうです、そうです。会社、なおも国助けてくれんじゃん。ああ、そうです、ね、それで、その時ですね。ちゃんとやっぱ節税も考えとかんと、そうですね、常にいいわけじゃないっていう時に直面した時にね。そうですね。あ、これはちょっと、要するに、私の経、まあ今本当に完全に経営者になったけど、経営者の立ち位置というのは、もうちょっとしたたかにいろんなことをせん、で、それの相手。そうですね。脱税じゃなくて、ああそうですね、節税をちゃんと考えてくれるお手伝いを、ああそうですね、銀行もしてくれる。ね。そうですね。保険屋さんもしてくれる。ああ そ, うですね、そして、税理士さんもしてくる。この3人と、どれぐらい の賢い3人組と付き合うかによって。そうですね。違ってくるんですね。違うですね。なんで、とりあえずその、今の税理士さんに相談した方がいいですよ。やっぱりもし、変わって、もっと悪くなったら、いや、でも、たまらないですね。いや、どけんこんな先生と付き合いをわけた。今、この人かなと思いながら。ああ、ですね。この人、福岡の人じゃないんでしょ。うん。あのね、神戸の人なんやけど、まあ、要するに店舗展開を、事業展開をしましょう。だけど、月に1回こうやって、あのセミナーに来ちゃうわけ。ああ、なるほど。で、この先生にも見てもらったわけ。ね、結局、その、どのぐらいの相続税なのか。はい、だから、こっちも1000万でしょけど、こっちも1000万になると。あ、退職金を、その、2000万じゃなくて、本当はね、一番創業者やけんね、2000万ぐらい取ってもおかしくないっちゃけど、はい、1000万に抑えとった方が結局相続税が安くなるけん、そういうふうにしてくれという、もう具体的な、こう、あそうまだ教えてくれるんで、ああ、そうですね。結局ね、相続に関してまでは、ここまでは、まあ、お願いしようと、こっちにお願いしようと思っちゃうけど、ああそうですね、つまり来期からはもう、ああなるほど、もう今期までは途中で買ったとか、木の途中で変わったら、ね、ああ、そうですね。もう途中。んで、この、あの、お母さんの、これはどうするんですか、6500万。これも、いつかは、先手いかんですか。何、どういう意味、あの、借り入れ残ったじゃないですか。社長からの。社長っていうか、お母さんからの。あ、それはだけ、普通に作るんじゃないの。6500万。もう、あ、社長に。ってなったよ。あ、そうなんですか。うん、なんで。うん、だけど、その件とか何回私が1000万払うわけやろ要は。ああ、うん。ああ、そうなんですね。だって土地ほとんどただ同然なんやけん。1000万かかるのはその現預金。ああ、こっちはまた社長が会社から返してもらった形ですかね。この6500万。そうそう。ああ、そういうふうにするんですか。そうそう。だけんさ、逆に言えば、社長が亡くなった時に、はい、それぐらいに見合う保険に入っておけば、それでチャラになってその分があるってなるじゃんね、まあ、本当はね、はい。でもさ、もらう側の私たちがよ、はい、それをさ、保険屋さんと言ってね、はい、社長にそれが押してくれとか言って、社長では母が考えてしてくれって。それってさ、税理士さんとかが言ってあげないかんことと思わん。そうですね。それはもう。この税理士が怠慢やったとは思わん。あなたが見てどう思う。そうですね。確かにそれは。次のもっと大きな飛躍があったと思うわ。はい。これ。この、まあ、この税理士ははっきり言って怠慢やというふうに見なされたくな、ね、見なされない。確かに。あの、最初は良かったよ。その件、保証、第三者の保証になってくれたことはいいけど、はい、その後何も見てくれてなかったって言えない。確かに。その通りです。見てくれてはないですね。けど、税理士。いや、こっち。あ、これも、あれですか、高山さんもこの税理士ですね。あ、そうなんですね。なんでわかったと？ええ、あの、名の浜なんで。ああ。いや、だけどそのつながりよ。要は。つまりね、うちはさ、なんか企業してたの、研究しながらこうしたぐらい。二代目になってようやくね。ああ。そういうもんよ。ああ、そうです。そういうもん、そういうもん。あの、つまりね、これ、創立者にありがちなパターンなんですって。ほら、何もないとこから一から積み上げるのって大変なことだもん。もちろんですよ。はい。このこともできたら、パーフェクトな経営者と言えるんだけどね。ああ、そうですね。でもそれってほら、あなたも銀行をこんな、こう、業務しようぐらいやけ、はいはい、大学もそういうのを勉強してきたと思った、はいはい。私もそういうのが必要と思って勉強して、あの、ここまで来たよ。ああ、だけど、それを、その、
自分が後継者よ。してくれってこっちから言えると思う。人間性として。それはちょっと。言えんよね。言えないでしょ、それは。言えんやろ。でもね、それ、それもちゃんと言わないかんかったっていう、その、経営者仲間は御社。いや、私の性格は好きな、それは。そうですね、それはちょっと。ね。ね。どこも自分は、私は立ち入っちゃう。まあ、ちょっといけないですね。やろ？そんなことばっかりにかまけてよ。それよりも、実業がずっとしてきたけん、この人生から。そうです、そうです。そうですね。つまり、決算書を読み解けるあなたやったら、何も私が今こんな多くを語らんでも、はい、どれだけやってきたか見れると思う。いや、わかりますよ。そうですね。でね、あれでしょ、お母さん一人で、あの、当初は、あれでしょ、それ感じでしょ。そう、昭和59年。私は高山さんを辞めて。辞めてでしょ、辞めて。そうですね。で、私は、母は昭和59年の8月。はい。で、私は昭和61年の4月から。ああ、そうなんですか。その時にその会社、うん、会社にしたのは、平成6年。あ、平成です。ああ、そうなんですね。いきなり会社になんかなるもんか。そうですね。赤ちゃんが生まれてさ、離乳食もらいながらさ、やっと、立ち、捕まり立ちして、はいはいって、どうのって、ずっと歩みがあるわけよ。もちろんそうです。うん、だから今、会社はちょうど20歳を迎えたわけですよ。ああ、なるほど。あ、そうですね。会社って35年で一番さあれなんでしょ、はい、だけん次の人が育てないから、ね。そうですね。本気でやってくれる人は、ね。はい。そこが私の課題やろ。で、これさ。どういうふうにしようと思われてるんですか、その後継者さんとか。ねえ、うん。従業員さんとか育てるとか。そうですね。そっち側ですね。だから私宣言しました。60の時に、私の後継者を指名します。ああ、そうですね。だから、別に、絶対に血族で、今までのどうのこうでどこから持ってくるとかいう気はありませんと。でも、そういう気持ちにさせる人が現れな、しませんよ、そら。それもちろんそうですね。つまり、誰でも社長になれるっていう人じゃないと。誰でも社長になる可能性があるんですよって。今から我こそはという人は手を挙げてくださいと。と見んの。それぐらいの程度でも、やる気があったら、社長になれるっていう会社って魅力的じゃないですか。いや、もちろんですよ。ね。それはもう。ね。ということ。そう、もう頑張らんといかんですね。ね。っていうことはさ、希望がある会社じゃない。もちろんっていうことをね、アピールしに行くのはどこで行ったらいいの？その、やっぱり、その学生さんに行かねえか。だから学生の求人課に行くと、どこに行ったらいいの？この、この、社長、あれですか、その、やっぱ新卒、若い人を育てたいっていう考えですか、うん、それとも、それはそう。中途とかで、例えば経験者を、取ってから。いや、あのね、はっきり言って、真っ白の方が。いや、てか、経験を生かす人はいいけど、経験が邪魔になるバカチンじゃダメって。ああ、そうですね。そう。昔はこうやってアイドル、もう、ちょんまげ社員やもん、それ。若いのにちょんまげ社員だから。ね。そしたらもう、やっぱあれですよ。学校に行くのが一番いいじゃないですか。ね、いい大学とかに。求人出す。いい、うん、求人出すのが一番いいです。やっぱ求人、大学に求人出す。大学はいいんじゃないですか。ただね。もうただね、プライドだけが高い大学も困るってね。確かにそうですね。ね、なんで、やっぱその、面接で見られていかんでしょ。ですよね。でも面接だけじゃ分かんないですよ。だからそうなんよ。絶対分かんないです。うん。なんで、うちもやっぱそうですよ。うん、その、面接でめちゃくちゃいいっていう人がいるんですけど、うんうんうん、実際全く仕事できないです。いや、俺、滑りな分からんって。それ、それ、それの繰り返しよ。もうずっと。そうそう。不毛地。そうそう。直す。なんで、まあ、大体3ヶ月で分かるんじゃないですか。その、できるかどうかは。でも、それはまだ正社員よね。一緒にやっていくチーム春町のメンバーやろ。じゃなくて、キャプテン、もしくは監督やん。うん、そうです。やろ？あとあと監督に譲れるかどうかって話だ。そうそう。だから。だけど、それはもう10年、20年のスパンで見るってことやろ。じゃないとダメでしょ、ね。だから、それは全然いかんでしょ、ね。でしょね。そういう、そういう企業や、うちは。そうそうです。やっぱでも結構面白い企業と思う。いや、もちろんですよ。それはもう魅力的ですよ。ありがとう。だってもう全身全霊をかけてきた。全身全霊をかけてきたもん。そうですね。うん、楽しみじゃないですか。その育てるっていうか。うん、まあ。私ね、これがなかったら、実は高校の世界史の先生になりたかった。ああ、そうなんですか。だからさ、道はどこでも通じたこと。それもよ、たった3年間フェーって教えるような生っちらいもんじゃなかろ。ああ、そうですね。育て上げるじゃんもんね。自分の子供みたいなもんよね。そうです、その通りです。なんていうやりが、余裕だけさ、あのね、道は通じたことよ。どんな道通っても。ね、信念さえあれば。そうですね。うん、と思いました。だけどちょっとさ、こんな、いやいや、ま、はっきり言ってね、恩義はあるっちゃけど、恩義だけではいけないから。うん、まあ、そうですね、うん。そういう感じ。
私の今の感覚は。確かに、86万も年間払っとるからですね。いくらですかね。だけ付けをしたら。奉行もだけど、普通は引き落としだったけど、今回から引き落とせんって言った私も。ああ。月に5万とかですかね。だいたいまあ、決算の時に払っとるからですね。うん、5万も払っとるんですよね。うん。結構高いっちゃったんですよ。ねえ。まあ、その、どこまで本当してくれるかですね。してくれて、いや、くれてもらったらいいのよ。あれですよね。だいたい税理士って、その値段によってやっぱ違うですもんね。5万は結構払っとるですもんね。ねえ。なんで、かなり良くしてもらうといかんと思うんですけど。良くしてくれてないよね。変わる理由、乗り10万で。いやー、そうですね。でも、とりあえず、相談された方がいいと思います。とりあえずは。それで言って本当に、仕切らんならもう。いや、仕切ってないの。いや、今ずっと話してない、まあ。ない、能力ない。申し訳ない。あ、ないと思いますか。ないと思う、私。それやっぱ担当者です。担当者やね。あ、わかりました。私ね、担当者二度変えてくれって言ったよ、先生。で、僕、私も耐えてますとか、もう先生もちょっとふざけすぎやもん。あ、そうなんですね。ふざけすぎちゃって。もうダメなの。若い人なんでしょ、税理士。いや、若くない。私は年上やけ。あ、そうなんですか。ね、能力がないとって。これはもう悲しいから。そしたらちょっと。もうね、難しいですね。ただね、もうただ入力して、得てただ出すっていうのは、ほら、今できるやん。それだけ指摘をした人やけん、無理で。まあ、若い担当者ならと思ったんですけど。いや、で私も、私は若いなら、質やけん、物も人も見ますよ。もう無理で。そうですね。もう、ベテランなら、やっぱ、それもう、変えてもいいかもしれないですね。それもやっぱ、社長のもう気持ち次第です。だけどね、この決算書を見て、私がこの行動を取るのが理解ができる人っていうのは、それを読み取る力がある人だ。そうですね。でも、そうじゃない人にしてみればさ、ね、もう ね、私は、気違い扱いされるかもしれんけど、でもしょうがないよね。そうですね。これは手稼足稼になるもん。ああ、そうですね。ありがとう、でも分かってくれて。ええ。うん、原稿書。だけどそれ持ってて、今度。あ、いいですか。そこ、今度返すよ。あ、当たり前。一番大事なものやから、返したね。もう通信用ですもんね、返したね。いや、だけど、本当に、小学校の時の通信簿みたいでしょ。あ、そうですね。いや、もう、でも、こんだけよかったら見したいでしょ。見せたいですよ。見せたいですよ。お腹が悪いから見せる、そこが見せるみたいなもん。今、筋肉見てすぐやな。見せながら男子これやろ、そこみたいなもん。いや、これだけよかったら見せたいですね。ね。うん。他の会社もやっぱ見したくないって言いますもんね、今。あ、ほんと、まあ、いや、だから私、ちょっとほら、どこの税理士さんにしても、ほら、どうしても、ほら、もう送って。ああ、そうです。だけどほら、要するに、税金、なぜ相続税が1000万に、うん、それ1000万って言われたっちゃけど、はい、どげんって言って、いや、ほんと1000万ですね。みんな一緒じゃん、もう。だけど、しょうがないじゃん、もう。そうですね。土地の評価ではなく、これで相続税を1000も払うのってさ、素晴らしいと思うの。やる業績が良かったってことよ。ある意味バカやけど、ある意味バカやけど、ある意味ものすごくコツコツコツ頑張ってきたのが。そうです。それで借り入れできるんで、それはやっぱりすごいですよ。悪くないよね。もちろんですよ。やった。でも謙虚になるよ。絶対謙虚で俺は。ただまあ分かってくれて嬉しい。でも、あとはやっぱこの辺見ても、やっぱ預金もかなりあるからですね。こんだけ、あったら。いや、だけいいよっちゃろう、もう。あんたの 2% は、オタクがイオン社 2% は高すぎるやろって。そうですね。私が言うこともおかしくないと思う。この普通預金ってのは結構動かすようですか？いや、動きようなんて。動きようなんですか？うん。そういうのをうちにもうちょっと移すとかって難しいんですか？だけど、なんであったところに移す？何のメリットがあるか。メリットがあるからですか？うん、それはやっぱ金利は下げやすいっていうメリット。ああ、なるほどね。やっぱり。遠いじゃんね、でもね。ちょっとさ、ほら、ちょっと。必要の書類がさ、言われてさ、ね、あれがすごいかと思うんね。なんか、ね、思わん？ちょっと私、ちょっと聞いてなかったですけど、すいません。こう、ピッ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 、はみたいな感じだよ。なんか、他のピッピッピッって行くのにさ。そうですね。そこネックやったよ。あれでしょ、多分、前来た女性が受けたんでしょ。話っていうのは。いや、電話での問い合わせよ。だけど、電話練習された。だけど、要するに、名義変更を、要するに、長くなったから変更したいから、必要な書類を教えてくれって。他のところも全部、うちの女性スタッフが聞いとっちゃけど、ね、他のところは全部スムーズに言ってるの、そこだけ言ってもないじゃん、もう、その、必要な書類が。その、もしかしたら、その、窓口の新人。そうよ。窓口の新人よ。でも、窓口の新人の接したらいかんよ。あ、もちろんそうです。あのね、見て、あそこに。あそこ見て、あのね、電話はね、あ、ここに書いちゃうかい。あのね、
電話ってね、実はものすごく大事なんよ。ね、一番仕事が分かったやつが電話を取れって言うぐらい。そうですね。だって、あなたたちのところに電話かかってくる電話って、一番重い電話よ。そうですね。特に。もちろんですよ。うん、その電話に分からん人が出たらいかんとよ。そうですね。これは教訓にした方がいい。そうですね。絶対。でも、それで、万が一、その、わからんでも、すぐ、その、上のわかる人が対応せんといかんですよ。ですね。まあね。すぐ、折り返すって形にしてから。まあね。まあね、そうせんと思って。いや、でも、いや、でもね、それは、あなたたちの内部的な課題ですよ。そうですね。せないか。じゃないとね、この、こういう、一番心が嵐の時に、そんな不手際されたら、こっちはもう、余計疲労を感じるわけよ。そうですね。そうですね。うん。で、メタボのおいちゃんが来てごらん、もう余計ムカつくね。それはちょっと言わないでください、そこは。そこ、メタボしちゃえばまた関係ないけど。関係あるよ。まあ、あのね、いい？チビデブハゲってあるやろ、ね、はい。ハゲは言わん。デブ、あの、チビも言わん。でも、はい、メタボは言うよ、私は。なんでですか、そこは。日頃の生活が見えるけんた。確かにそうですね。そうよ。その通り。みんな筋肉社長ばっかりよ。ね、みんな。そう、私のとこはね、どこのフィットネスクラブに行っても構わない。自分の気に入ったところに行っていいよ。はい、その代わり行ったら、ほら、先ほどしかあるよね。はい、半分、会社が出しますって言うてよ、はい。健康づくりをちゃんとしておくこと。そうです。うん。その通りです。だけど思わんねん。いや、その通りです。そうよ。だけそれこう言わんとってくださいとか言わんとったら、突き目たのはそこよ。あ、ですね。そうよ。それで、ヘラヘラ笑いにとったよ。つまり、あなたたちは悪いけど、危機感がなさすぎる。一緒に戦う人間じゃない。確かに。うん、いいでしょうか。グーでもなかった。ええー、もう。だってそうやな。背の高さとか手足の短さの関係ないやな。でもここは関係あるって。そうですね。自分の。自分の管理やけど。そうですね、うん。自分の管理もできん人が何をしそんな大きな大事な管理ができるそんな。そうですね。金庫番ってバカでバカじゃできんよ。きちんとした、貴重な人じゃないとできんよ。だから、それがものすごくこう、要するに、精神的圧力を受けるよね。汗かいてから発散せな。うん、そうですね。汗をかいたら発散するじゃん。そしたら自然とそういうボディになっとるよ。そうですね。たら、精神的にも病んでないっていうのが外から見える。そうですね。師匠も運動とかされるよ。そうですよ。夜な夜なフィットネスクラブ通う。夜な夜なクラブ通う。フィットネスクラブ通う。だって、ナイト会員よ。だって昼間行かれんけん。そうですよね。と今やったら、私の場合は8時まで仕事せない関係。でもそれでもないとこあるもん。はい。うん。で、それを週にちゃんと2回行くっていうのがもう。ああ、ですね。みたいなね。で、行けんかったら、行かないみたいなね。で、朝ちゃんと歩こう、みたいな。走らんけど歩く。はい。すごいよ。で、わざと原始的な、掃除を、残しと。なぜかというと、それで。ちょうどなんか、昔あったやん、テレビで。空手を教えてくれる人がさ、ペンキ塗りで壊せたら、あれ見たらちゃんと拭くときに、ここをチカンと使う。呼吸も整えながら、拭き掃除しようよ。ああ、そうですね。ついてきてくれるわけないやねそうせな。そうせ。とか、そういう努力しよう、上司やったら、どこや。いや、もちろんですよ。だろ？それもう目も悪くなるよ。それは、新しい機器とか、それは、わからんけ教えてになるよ。でも、努力しよう、いう社長と仕事するの楽しくない？ああ、もちろんですよ、それは。それは全然違う。閉塞感を絶対に与えない。はい、あ、はい、あ。で、こうやって必ず今思ってることすべて話すみたいな。そうです、そうです。だから、ここの大変なのは、これ、私の話を聞かないかっていうのが辛いところの作業かもしれないけど、ね。でも、あれでしょ。私も、ここ2年で10キロ太ったんですよ。いいと思う、それ。長いですね。いや、まあ、付き合いとかもあるけんね、あるかもしれないけどね。何なんですかね、その、いや、ただね、ものすごく痩せとった時っていうのは、だけ筋肉がないわけよ。そう筋肉がなくなっていくわけよ。いや、その通りです。筋肉ないですよ。春町筋肉クラブ。春町筋肉と、はい、春町筋肉一門って一応こう、ランクがありまして。私うちでは。筋肉フェチの、集まりやけ、うちって。私の友達みんな、なんかとにかく、それを使用しとじゃないとお友達って。はい。だって、健康であることって、食べ物よりも運動なんや。で、しかも体が壊れる運動じゃダメない。そう。今全然運動してないですもん。いや、すごい変わんねえわ。なんで、自分もそのクラブ、フィットネスクラブとか行きたいと思うんですけど、なかなか行きないですもんね。でもその初めの一歩。なんでそのインストラクター行くかというと、そこにはその道のプロがおるけんって。いや、そうですよ。でもさ、顔荒らしたら、うわーって笑うけど、私は、この頃来てないですけど、うーんって言ったら、もう、破壊しちゃうけど、体重は2キロ落ちてますけど、筋肉落ちてますって。いや、そうやろって。ああ、そうですね。そうだよ。筋肉重たいですもんね。そう。つまり、筋肉クラブは、体重が落ちるとみんな、あーって言うわけ。
そうですね、本物やろっていう集まりで、で、勉強会、あの、要するに、経営者も、筋肉クラブの集まり。筋肉バカ社長の集まり。そうです。だみんな筋肉の交渉とかするとか、そんな話をするわけ。楽しくない？いや、楽しいです。ただの飲み会じゃなくて。でも、その、やっぱり、運動しとったら体力もつくからですね。そうです。汗かくやろ。発散が、あの、脳みそが活性化されるわ。そうです。筋肉も脳みそも、使いよったらどんどんどん進化していくそうですね。だから、今、だいぶ疲れやすいですもんね。やろ？そして、それでね、疲れたら、深い睡眠が待っとるわけ。そうですね。元気や。そうですね。一番健康ですもんね。そしたら仕事の能力も上がるですもんね。で、朝から動くよね。そうですね。それが一番いいと思いますよね。どう？で、それを、それの仲間作りして、なんかいいもの？ああ、そうですね。っていう仕組み作りは、考えてる。あ、あれでしょ、あの、競争してるんでしょ？その、誰と？例えば、その、あの、筋肉つけるにしても。あ、いや、競争はしない。それは自分との戦い。あ、自分、あ、そんなんしないです。そうなんですね。私はね、茶道が趣味だから、要は、静かに座る。静かに立つ。いるっちゃ。ああ、私は。インナーマッスルはいるっちゃ。だけど別な、あの、あれじゃって。でも、36の時にね、今までの気合だけでは頑張れない自分がおった時に、プチ大会系に転向しようと思ったわけ。ああ、そうなんだけどほら、こんな、歩き回れる靴履いてる。ああ、そうですね。歩くのに辛くなる靴とか。はい。そっち側になっていくよね。ああ、そうですね。でもなんか、偽物の健康ではなく、そしたらさ、介護があんまり必要じゃない人が増えたらさ、素敵なシニアライフが待っとうわけよ。そうですね。うん。その通りですね。うん。私はなんか、そんなの、そしたら、何？変な、こう、医療とかかかるんやなかったら、国もそれで豊かになるだろ？そうです。ほら、いいことづくめやん。ですね。だろ？で、いざっていう時にあるわけやない。それに頼っていくんじゃないじゃなくてさ、そんなもんなんか、息とかわかるもん、脳みそ使ってないのかなか。私はなのな、介護なんとかかんとかばっかり、それも介護予防やろ。そうですね。の時に筋肉だ。だけど、自分の、なんか言うの、無理せず、その人に合う筋肉でいくよ。だけど、その、楽しく歩くとかさ。そうですね。うん。そら、走れる人は走ってもいいけど、走らんでもいいし、そこまで体壊さんでいっちゃいけない。壊したら、過ぎたるを呼ばざるを。そうですね。そう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 。うん。何も無理なことは何もしろ。そうですね。でもありがとう。あなたがそれをちゃんと言って、はっきり言ってくれてよかったよ。私そうじゃないかなと思いよったって、でも、そんなもんなのかなと思ったけど、やっぱ見てくれてないよね、これは。そうですね。これは、もうちょっとなんとかできそうな気がしますね。まあ、その、何回も言うんですけど、銀行の立場からしてもちろんいいですよ、これは。見た目が本当に。本当にいいですよ。なるほどね。でも、銀行がもうちょっと節税考えていいですよって言ってくれるぐらいの、要するに通信簿ってことは、まあ悪くないってことや、ね。いや、いいです、いいです。でも今後はもうちょっとテクニック使いましょうよって話を、ね。そうです、そうです。なんでかって言ったらね。もちろん、その、利益は出してもらいたいんですけど、もう100万とかでいいんですよ。なるほど。ありがとう。それ、もう全くこの人と同じこと言いました。そうですね。で、じゃあもう対応保険とかさ、もう簡単に出せるよね。あれだって。できますね。うん。とか電気自動車の方にするとかね、車用車をね。だから、こっちにするなら、もっとこっちを上げたりとかしてもいいです。わかりました。では、私のその役員報酬は、月に100万はおかしくないですか？おかしくないでしょうね。わかりました。じゃあ、私もそうかなと思ったと。でも、それは、今、業況がいいからですね。例えば、ちょっと、落ちてしまったら、そしたら下げる。下げないから。そうそうそう。でも、そういう形です。っていうか、これ、木の途中で上げてもよかった。じゃあ、逆に。でもほら、今度は地方、他の税金持っていかれるやん。そうですね。まあ一緒か。やっぱりそうだ、基本的にやっぱその決算が終わってから買えますもんね。決算の5月で、ね、6月からですね。これ6月から買えてもいいですよって言ってくれてもよかったよね。そうですね。だから何も考えてらんね、この担当。そうです。その、木の途中で上げるってのちょっとわからないですね。どういうふうになるか。あ、いや、木の途中じゃなくて、じゃあ5月末なら5月末、6月から上げてもよかったよね、これ。そうですよ、それよかったですよ。何も考えてらんね、この担当。いやでさ、私がさ、あんま言わんわけよ。自分の報酬を上げるとか。はい、カルス・ゴーンさんとかさ、上げとったらブブよりか。ああ、そうですよ。これ、あれですか、その、今、あれですか、その、従業員さんってのは何人いらっしゃるんですか？これがさ、みんなが辞めるけんさ、私一人でしょ、と。パートさん、パートさんと私一人でしょ、と。あ、そうなんですか？そう。あ、だからこんなになったんですか、給与は。そう。
そうなんですね。だけど、棚卸しとかどうしても繁忙期だけに、要するに、本当は派遣をお願いしたくないっちゃけど、つまり単純作業でいいものを、そういう人をお願いしたわけよ。それで乗り切ってたと。なるほど。不毛地帯ないよ。人がそうだね。そうなんですね。まあ、うちが私が厳しいじゃろうね。いえ、そんなことないでしょ。いや、私が言うことおかしくないよね。おかしくないです。ありがとう。いや、でもね。っていうか、あれですね。うん、広告宣伝費っていうのは、電柱とかも。ああ、そう。これどれくらいかかるんですか一つに貼るのは。結構かかるんですか、うんとね。結構貼っとられますもんね。うん、いや、それでさ、うちは、でも宣伝広告費、そげん言うことかかっとらんね。まあ確かに、そうですね。うん、何しようと思う何をしよう何をしてお客様をこれだけ呼び込んだと思ういや、それが DVD に書いてあるって。あ、で、言うと。DVD どこ行ったのその、ネットとかそんなんじゃなくて。あ、そうそう、ネット。ネットが OK ですか、これ。ネット。あのね、ほら、さっきさ、悪くなったって言ったよ、私。はい、店、会社が悪くなった時に、はい、もうダウンもしてくれんけど、やっぱ節税とかしてるなって感じだった、はい ね。それが、ね、はい、要は、一緒にやっていく仲間を作るときに、まだ学生やったよね。はい、学生の中から自分の後輩とかで、あ、一緒にやっていけそうだなとかいう人をこう、まあ、引っ張ってきたわけ。ああ、ね、そうです。いっぺん勤めたけど、途中で辞めて今公務員試験受けろ、はい。じゃあバイトでちょっとよかったら、そんな、あれ、時間があるってなったら来たらとか言って、はい、売り場とかもあったけどね。たら、そんな中から、よかったらって言って、店長に、主任店長ということで、4年半月について教えたんやけど、その子がね、不当貸付をしたわけよ。退任、うん、最終的に退任行為で。ああ、そうなんですね。まあ、あなたたちとかもほら、帰って、あれよね、新銀行から訴えられたとかいうケースがあったね、びっくり。ああ、そうですね。いや、それがさ、私たちの方が商品やけどさ、はい、オーストリッチと、クローコとオーストリッチとリザードのバッグ。はい。その時の当時で、要は、市場、私たちの通り相場よ。5万、3万、1万しかないわけよ。はい。うん。ただ、要するに流れて、売ったらその金額しかならんったら、当然それよりも、ちょっと下目が最後で。うん、そうですね。でも、はい、ギチギチドローとすれば、3万、5万、1万が当たり前と思う。はい。それに、50万、30万、10万とか20万って、貸し付けをずーっとして、それが800万。はい。売ったら100万しかならんったよね。700万の大穴。はい。その時に頭が真っ白になった。誰でも、つまり、こう、なんていうかな。自分が分かっておうことと、ちゃんと、そう、教えても、分からない溝があるんじゃね、はい、っていうの、ね、はい。で、監督不行きの時というか、マネジメント不足ということで、減俸処分っていうことになったっちゃけど、私、それだけでは自分が気が済まんかと思って、ね、その時は母の年を見た時に63歳だった、はい。で、私、外を知らんかったわけよ。はい、つまり、勤めに行ったことがないと。はい、だって、母は初めて、私は高校生の時に初めて、もう、手伝わざるをえんかったけん。じゃあ、外を知らんかったわけ。で、それがものすごくコンプレックスでもあったんですよ。ああ、そうなんです。自分の中で。外の釜の飯を食ったことがないっていうのがね。はい。それで、これもどうせわがままをさせてもらうんやったら、修行に出させてもらおうと思って、私のことを全くわからない、知らないところに行くにはもう東京しかないと思ったわけ。はい。それで、新宿渋谷行く袋にある、老舗の質屋さんに、はい、すいません、36なんですけど、修行をさせてもらっていいでしょうかって聞いたら電話したわけ。はい、そしたら、1年だけたちが言ったら、はい、いやー、1年じゃ何もわかりませんよって、最低3年ね、はい、来るおつもりだったら、もう一度電話してくださいって言われて、はい、わーそうなんですね、3年店を開けるっていうか、自分の店を開けるって、どういうことやろうって想像したけど、そうですね、その人にしかできんと思ったと、その時に、はいはいはい。それで36から39の3年間、修行に出させてもらったと。ああ、そうなんですね。で、その時にさ、全く知らない町にポーンと行って、そうですね。東京23区って言えない。はい、はい。で、その周辺も入れたら、はい、電話帳が当時25冊家に必要なわけ。ありえんやあそうです、ね、で、それで初めて検索して、自分が行動、生活するっていうのを、自分の生活の中に検索が入ってきたわけ。はい、はい。それが10年前。ああ、そうなんですね。だから、それの前もネットオークションとか、なんかメーリング、なんかしよったっちゃけど、本当に実際自分の仕事、生活の中にネットが入ったのが、その時々やったっけ。ああ、それで、フィットネスクラブ池袋って検索書を自分自身がおって、はい、人は、お店の名前がわからんとき、業種地名で検索するっていうのにやっと気がついたわけ。ああ、そうですね。それまで春町とか春町支店に入れられて、はいはい、ヒットすることが考えとったから、はいはい、
嫉妬者来るもん、直接。そうですね。知らん人来るわけやん。そうそうそう、その通りですね。それにやっと気がついて、帰ってきてからすぐそれを着手した。ああ、なるほど。お金がかからんやない。それが聞いた。で、ブログっていうのを始めたんやけど、書くことは得意やったり、昔から。私こんなの得意じゃないって。でも書くのは得意やったり、これなら私もやれそうと思ったんや。ああ、そうなんですね。フィットネスクラブ行っててさ、辛いもんやけどさ、ついついプールサイドであるこう、なんか雑誌を読んでさ、そこにビジネスマン用の雑誌があってからさ、ね、ブログっていう言葉がその時初めて私の頭の中に入った。ああ、ですね。うん、でこれやったらやれそうと思ったわけ。ああ、なるほど。うん、それで、質屋さんでブログを始めたのは私が業界初。ああ、そうなんですね。でも、もっともっと面白い人が教えて、まあ、抜けていかれたっちゃうけど、でもさ、おそうですね。さんまさんの、カラクリテレビ、はい、おなんとかちゃーって言うやつがあるやつ、はい、ビデオやった、はい。あれ、ものすごくこう、なんか、情緒がない。なんか、ぐーっと、ぐーっと親しみは分かる。ああ、そうですね。で、動画ブログっていう言葉が、うん、ビデオブログっていう言葉が出たときに、ビデオレーターとかビデオレーター、はい、あ、これやと思って、動画だ。ああ、そうですね。それで、ユーストリーム。生ライブの記録。だから、ユーストリーム、YouTube、それを動画ブログっていうことで、Facebook にずっと出す。ああ、なるほど。Facebook、実名顔出しや。ああ、そうですね。だからもう、怪しくないやん。そうですね。テーマは怪しくないこと、相手に安心感を与える。はい、そうですね。でネットオークションってさ、覆面のやり取りやけど、向こうも怖い、あ、こっちも怖いけど、向こうも怖いよね。そうですね。ってことが自分が出すだね。はい。だけど露出狂七や。ああ、なるほど。自分が出すよ。っていうじゃん。ああ、そうなんですよ。うん。少々、あれですか、もう、この売り上げもネットが8割とかですか？いや、違う。それは違う。それはもう分散してます。店先。やっぱ店先。店に来てもらう仕組み作り。だってネットは晒し統計さ、金額で競合するやね。はい。うん。だからね、金額だけで査定する人だったら、みんなアマゾン行こう。ああ、そうですよね。うん。検索力ある人だったらみんなアマゾンで買うよ。おお。じゃなくて、そうじゃない、やっぱりネットとかサクサクできる人じゃない人もおるやないよ。はい。だから、店先でやっぱ少しずつお世話をしながら、やっぱここ安心っていうのがあるけ、それももちろん、店先です。ああ、そうなんですね。だけど、春待ち四季セール。春夏秋冬。1日だけやけど、朝9時から夜の9時まで、とても安く売ってたりするんですよ。おお、そうですね。チラシはもうまかない。なんでかって言ったら、チラシは、興味がない人は捨てるだけやもん。でも、ダイレクトメールは、ここに来て、セールの時に知らせてほしいって言って、住所と名前を書いた人にしか送らんけど、もう、興味がない人は来んもん。ですよね。で、その日に、その日に来れんでも、あったっちゃろうって言って、まず聞いたもん。ああ、そうですね。っていうので、地道にうちに来てくださるお客様に、のダイレクトメールを増やしてた。今からもそれしかせんよ。もちろん。それいいですね、うん。素晴らしい考えですね、それは。あ、もう、ちょっと頭使いようもん。いやいや、頭いいですよ。いや、頭良くない。もう一生懸命考えよう。本当にいいことですよ。あのね。無駄にもならんからですね。あのね、ケチ臭いのと、無理無駄無駄をなくすっていうのとはまだ別。ケチは違うよ。でも、つまりね、商売って、誰とでも付き合う、尻がる女。誰とでも付き合う、はい、あの愛想のいい男。じゃダメなんよ。はい、その人にずーっと尽くさないかんってよ。そうですね。自分のところを認めていいなと思ってくださる人に尽くさないかんちゃう。テーマはそういうことやね。そうですね。ちっちゃいけん、大きい、規模じゃない。規模の大小じゃない。自分のお客様にいかに大事にするか。っていうことやね。もう、その通りですね。そう思います。で、うちを利用してくださった方に何か、だけど、例えば、電気自動車をまず買った時点で、エコな人なわけやない。その人の急速充電ができる。そうですね。で、こう、なんかする太陽光発電の。もうなんか理念が見えてくるやん。はい。そうですね。悪くない。いや、もう。で、それで申し訳ないけど、メタボは違うよって話で。そうですね。メタボは違うやん。メタボは違うですね。うん、違うよ。いや、それ違うですね。うん、そうですね。糖尿病予防にもなるっちゃけ。ですね。だからもう、筋肉は地球を救うと思うけど、筋肉。いや、本当に。うん。いや、あのね、そっち側に努力しようしちゃったらさ、はい。あの、何を食べないか、あれを食べないかって、その妄想せんでいいとって。汗かいたらいいとって。うん、あの、お水飲んだらこれよ。ああ、そうです。これあれ。今ある癌が効いていく食事。それから癌にならない食事の方が言ってあります。そうなんですね、うん。塩分制限、限りなく無縁に近づける。どうしても和食って塩分取ってしまいがち。でも汗かいたらいいとよ。ああ、そうですよね。そうよ。そうそう。あの縁って言ったって、うん。あの、
取りすぎだなと思ったら汗かいたり、お水飲んで汗かいたりですよ。で、植物で動物性タンパク質を、まあ、制限、これで日本人しょうがないじゃん、はい、インスリンの量がどうしてもね、はい、違うけどね。そうです。でもお肉たまに食べても元気になるけどね。お肉ばっかりはダメやけど ね。お肉、今食べるお肉を、例えばほら、ちゃんぽんの中に入ったお肉とか、豚汁に入ったお肉はいいけど、ステーキみたいなのが毎日いいじゃん、ね。ああ、ですね。ね。あとは、野菜、果物を、で、果物はね、朝食べたら銀、あ、金、金、銀、銅って言うけん、はい、朝食べた方がいいじゃん。せっかく食べる。ああ、そうですね。うん、だけど、うちは、ちょうどみんなが揃った日は、例えば、その時の季節の、リンゴならリンゴとか、梨なら梨って買うよね。で、そこでみんなで分けて朝食べると。ああ、そうです、ね。朝、掃除が終わった。ああ、なるほど。朝出す。そう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 。で、主食は玄米や胚芽米に、芋や、豆類もよく取る。で、ヨーグルトとキノコと海藻を取る。蜂蜜、レモン。で、ビール酵母は一体。だけど、ビールは 350ml やったら、いいんですか？飲んで、飲んでください。毎日でもいいんです。毎日でもいいです。はい。枝豆とビールは最高です。ああ、そうなんですね。はい、実はいいんですよ。それ、それ過ぎたらダメ。ああ、そうですね。それ過ぎたらダメ。でも、350ml の、あ、それこそ、あの、発泡酒でもいいです。ビール、麦芽がいっちゃう。麦芽飲料やったら何でもいいです。ああ、そうなんですね。あの、ビール酵母とか麦芽がいいです。で、油は、あの、オリーブオイルとかごま油とか。はい、だからどうかしたら、シソの油、エゴマ油。はい。これが、あの、悪玉コレステロールを下げてくれます。はい。はい、ってことで、自然するの。ああ、そうですね。はい。八つの教え。はい。これやりよったらメタボになりませんか？そうですね。だってさ、若い時の服が入らんかったら奥さんも怒るやろ、もうみたいな。もうまた新しいの。そうですね。みたいな。さすがにそこもね、ほらないですから。いや、だから先です、ね、いいことないやろって。そうですね。で、女性だって、もう昔のスカ、まあ、だいたい女性はしょうがないって、ウエストどうしてもね、頑張っていくけどね、あれやけど、ね、でも、それでも、少しでも、うん。で、あと、まあ、出産してるのとかのウエスト違ってくるけどね。そうですね。その昔のものすごくかった時のスカートは厳しいけど、はい、まあ、限りなくね、あの、まあ、9号から11号までぐらいに、やっぱね、頑張る、ね。はい。じゃないと。そうですね。その方がいいくらい。その通りです。お電話ありがとうございます。春橋康美です。はい。あ、そうですか。では、あ、今月中に来ていただければ大丈夫ですよ。はい。あ、行きます。あ、わかりました。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、こんなマシンガントークな。いえいえ、もう、ございます。もう本当に勉強になりました。でも、楽しかったです。楽しかった。どうだった？いや、もう勉強になりました。で、山崎君は DVD 返せ、返されてるけど。申し訳ない。どうか、あの、いや、まあ、言っちゃうけどね。言っちゃうけど、でも、やっぱり、あの、銀行さんと付き合うって言ったら、金額が張るから、特に1000万って大きいよね。大きいですね、もちろん。2% は大きい。ほら、ちょっと。うん、もうちょっと考えて。そしたら、もちろんこっちも。うん、で、じゃあもう、さっきもちょっと言ったんですけど、はいはいはい、その、預金とかを、もうちょっと、うちに移してもらえたら、本当にやりやすいからですね。わかった。じゃあ、もしその気になった時は、全部、ドゥーって言うよ。ああって、どうしてこれで借りるんですかみたいな。いや、だけど、それやったら、でも本当に、国金と同じぐらいの価格で、もしか、利率で貸してくれるとかやったら、借りる。ああ、そうですね。やろう？だそうじゃないと。すいません。1% 切れるのかって。はっきり。それが 1.2% はっきり言って。今の時点でもうダメならダメっていうところか。うち、やっぱりその、銀行はその資金調達コストっていうのがあるんですよね。それを下回ったら赤字になってしまうんですよ。それどれぐらい？うちが一応 1.55 なんですよね。なの。なんで、安くてもやっぱり 1.4 とかです。大変やね。そう、まだ。大変だね。それは大変だ。やっぱ、大変なビルで戦うじゃね。もちろん下げたいんですけど、それはどうしようもないんですよね。まあ、わかるわかる。それはよくわかる。なんで、ちょっと、故障はするんですけど、ちょっと、やっぱ 0.9 とかっていうのは、聞いても不可能。非現実的に不可能だよね。不可能です。わかった。1.2 とかも、ちょっと厳しいかもしれないですけど。いや、なんで、ごめん。国金は 1.2 やったらもっと貸すって言っちゃった。そうなんですか。そうだね。取らないよやもん。その、まあその国金はやっぱ国の機関やからですね。やっぱその、そういうのが全くないんですよね。はっきり言ったら。いや、だけどさ、国金から借りるのが一番楽、あれやろうが。そうですね。有利性やろうが。もちろんです。いや、だけどもうね。そういうのを考えていや、いや、親に感謝せない。なんで私これだけ有利な、試合運びさせてもらえるってことはね。いや、どっから調達資金をいかに安い金利で引っ張ってこれるか。これ社長の仕事やん。そうそうそう。もちろんですよ、それは。でもね、これはね、
全体の 17% の労力にしか過ぎて。はい、そうです。あの、ランチェスターでね、言うところね。出荷とはやっぱりその、あとは銀行見らんといかんですか。ずっと取引できるかどうか。あの、やっぱりちょっと悪いんですけど、その、副銀とか西銀とかが冷たいです。うん。はっきり言って。あの、やっぱ供給がいいときはいいんですけど。雨降りにカサカサんけね。そうです。うん、悪くなったらもう、うん、あの、それは、ならった感じです。あの、うち、みんな、右を見ても左を向いてもみんな、あの、商売やったった。うん。それ、ひどい、あの、シティ銀行の、あの、薄汚さ。ああ、もうあれはもう、闇金みたいなもんや。そこまで言うけど、それ近い。そうですもんね。それ近い。西銀はすごいですもんね。うんうんうん。あの、あそこはもう、すごいですね、一番すごいね。そうですね。あの、ホワイトカラーとは思えんような。そういう目に遭ってますよ、親戚が。そうですね。父方の親戚は実は、そういう目に遭ってます。西日本シティはすごいですね。いや、すごいと思います。うんうん、お客さん戻したりとかもしますからね。ね。うん。もう闇金と変わらんね。そうですね。いや、私、うちの方が言ったよ。あんたたちサラ金と大した変わりはせえないねって。そうですね。うん。ちょっとサラ金の品のいいぐらいのレベルやないか。はい、ね。そうですね。うちの方はもう、あれやって。だからやっぱり、その西日本シティはやっぱ副銀に貸したいからですね。なるほどね。競争しよって。そうです。でもさ、それで、あの、競争するのはよかばってんさ、なんかな。うん。貸し付けをすることで銀行ってさ、その経営者をハッピーにさせないからね。そうですね。ね。うん、ね。そうですね。と思うけどね。まあ、で、もう、その、うちはやっぱりその、中小企業を支援していくっていうか、もう金融機関なんですよね。なんで、まあずっと、その、もちろん支援をしていこうって形。まあ、その、悪くなってもですね。ああ、いやいや、てか、いや、悪くならんよ。いや、もちろん、例えばの話ですよ。なんで、そういうのもあるんで。まあね。まあ、ちょっと、銀行とはちょっと違うですね。まあ、そういう、あの、メンタル面はね。いや、だけは、その、それこそ、あの、手塚先生も、そちらをお勧めしたんだと思うよ。うん、それは分かってる。はい。だけど、やっぱりさ、金利はね、気にせないかんとこ。ここはシビアな、うん。あの、逆に言えば、うん、シビアな面を持っとかないかんところではあるけど、ね、でも実際今はまだ必要ないので、どうしても、ね、の時はまたお願いすることがあると思いますので、うん、今の金利ではちょっと、うん。そうですね。うん、うん。ちょっともう、こうやってすぐ支店長に相談します。日曜しとって、はい、で、すぐ必要なお金ではないです。あ、わかりました。それは、言っておきます。でけ、あの、なんか、今回のその、ほら、書類の不備でどの頃で中で、その、なんか、あの、ぐらぐら来て、どのとか、そんなの内容じゃないけんって、つないで伝えて。あ、わかりました。わかったこれ内容。あ、わかりました。そういうこと。わかりました。だけ、なんも別に感情的な動きでもないんだから。うん。だけ、それは、よ、あ、よ、あっちの、あの、支店長代理の女性の方と、ものすごいいい感じの方やけんね。あ、そうそう。そういうだけ、ちょっと、あの、もし感情的に、ぐらぐら私が動いたって、もし勘違いしたら、それはもう、全然違う。大丈夫です。全然違う。わかりました。あのこういう内容やけん。はい。わかりました。ちょっと言ってきます。はい、すいません、ありがとうございます。すいません。あの、喋り倒す。いえ、もう、本当に楽しかったです。もう勉強になりました。勉強だった。本当？はい。いや、勉強だったかどうかわからんばって。いえ、勉強になりました。はい。いや、でもありがとう。あなたのプロの目線から見て、その計算、あの、私のところがそれだけ頑張って、もっと、はい、あの、なんか、報酬とか上げられていいですよって言ってくれたけど、よかった。いや、いや、実はね、はい、小が口なさい関係、ほら。だって、意思決定者ってさ、一歩間違ったらね、岸川に刃物状態でもいや、そうです。その時やっぱいろんな意見を聞いてさ、だけど逆に本当私がおかしいというか言うと、そう、ちょっとあんまりですよって言って。でも、メタボの話おかしくなかったら？いや、その通りです。よかった。んで、ありがとう。やっぱり、もう社長の言う通りです。やっぱり会社っていうのはやっぱ社長の力が大きいんで、病気とかされたら、もうダメになるんです。でしょ？でしょ？もう、社長がダメになってしまったら、もう慣れてたんですよ。でしょ？ってことは、私を疲れさせちゃいけないんでしょ？疲れさせすぎたら。だけど私も絶対に、あの、なんていうか、残業は恥だと思ってます、私。残業せないかんような仕事ぶりではダメだと思ってます。ああ、そうですね。だけど、時間戦略。決められた時間の中でどれぐらいやれるか。ああ、そうですね。そこに私はいつも、あの、動いてます。はあ、もう、本当に、師匠の考えはしっかりしておられます、ね。だから、深い睡眠を、いかに深い睡眠を得られるためには、どういう夜の過ごし方をした方がいいのか、どういう朝の過ごし方がいいのか、どういう昼間の過ごし方をする。結構笑ったり、こうやってこう、あの、自分の、こういう感じで過ごすと、悪くないよね。普通、とこうしとったら、はい、心と体って、あの、繋がっとうけね。そうですね。っていうので、こんな感じ。やっぱり、本当によく考えておられるなって。頭がいいと思いました。
よかった。いやいや、いいと思いますよ。感動、感動だけで、感性だけできてる。本当によく考えておられるんで。本当、そんなすごいなと思いました。そう、いや、すごい、すごくない。いやいや、もう。すごくない。ただ、私の、あの、座右の銘は、あの、やっぱり、思考合一。知って行わざるは知らざるに同じ。で、言った、言うこととやってることがもう、常にいつも一緒やん。言ったからには絶対それもついてこないですね。だけど今、私は、動画ブログ1万本ノック、挑戦中。ああ、そうです。1万本って大変よ。すごいです。365日しかないけどね。でも今ね、もう3500本。わあ、すごいですね。動画も？すごいですね、うん。私ね、ちょうど自分が60になった頃、あの1000本になるやろうなと思ったら、1万本になるやろうなと思って。もうその前にもうなりそうだ。ああ、そうですね。すごいですね。うん、そうですね。っていうふうに、自分にやっぱこれ、あの人にさあの数字は貸さんけど、自分に数字を貸そうと思うけど、やっぱ年商3億っていう数字はね、やっぱ狙いたいとこない。ああ、そうです。違う、でも、それって、内容のない年商3億はいかんけどね、うん。本当にこう、あの、認められて、結果、年商3億になってるとか。ああ、そうですね。あと、純利益もね。はい、そうですね。純利益は悪くないと思う。いや、いいです、いいです。2人ぐらいでやりよう。はい。ね、すごかろ？すごいです。いや、すごいですよ。ないですよ、2人でこんなに売り上げ上げて利益出して。で、今、ね、私も含めて、今、あの、パートさん2人と、あの、今から、あの、正社員になるけど、とにかく今、アルバイトさんと、アルバイトさんとパートさんと私と4人、今4人。ああ、そうなんですね。なるほど。ちょっとあれなんですか、その、もうちょっとその、売り上げとか上がったら、また店舗出そうとかってお考えあるんですか？でね、この店舗っていうのはさ、同じような店舗ではない、うん、また違う発想が今あります。ああ、そうなんですね。そういうのやっぱ考えておられるんですか？うん。あの、今までの質屋のイメージをガラッと変えます。ああ、そうなんですね。私しかできない、商いのやり方をしよう。ああ。いや、楽しみですね。まだちょっとね、はっきりしてないから口に出せないけど、はい、今出せることはほら、もう動けることやけん出せるけど、あの、ちょっと違う形。うんうん、つまり、うちのメンバー、このうちのメンバーだと、逆にステータスになるような店にしようかな。ああ、そうなんですね。逆転なんですよ。質屋のイメージまで変えちゃうぐらい、ね。おお、すごいですね。本当に楽しみですね。そんな感じで。だけ気がついたら、あと多分、もうほんとふっと気振り振れたら、あともう10年、20年すぐ過ぎていくと思うんですよ。うん、でもね、これからの10年、20年はね、自分の老いとの戦いになるけん、私今46やろ。はい、うん。36から46、この10年が一番充実してたんですよ。おうん、気力、その考えるともに、はい。ここからは大変な時間よ。はい。ね、そうですね、うん。でもね、50歳過ぎて、真剣に熱心にやるようにした人じゃなかったら本物じゃないっていうような言葉もあるけどね。こんなこと書いてようにした人たちの中にはね。ああ、そうなんですね。これたまたま iPS 細胞のさ、あんなのを受賞審査前に出た本やったもんやけどね。ああ、そうなんです、うん、ね。だってこの人たちなんか絶対、そんな30とか40じゃないと思う。うん、ね、そうですね。50過ぎてから現役ないと本物じゃないと思う、ね。そうですね。で、その時にさ、現役貼っとかないかんってことは体力がないとできるわけないやな。だけメタボでいいわけないやないじゃん。その通りです。やろ？それマイナスからのスタートやないの。プラスになっていくわけないやないの。その通りです。本当に。やろ？あの、標準体重への、の、無駄ってことは、もうゼロに戻すわけや。マイナスからゼロに戻す。じゃプラスになってるやないやん。そうそうです。それはマイナスのとこでうようよ勝者人たちがさ、チーム春町に入れるわけないだろう。ですね。その通りですね。納得？納得？はい、いやもう納得、本当に。はい。グーの根も出らんね。いやもうその通りです。もう、本当にその通りやな。あのね、あのね、逃げ道を作ってやったからいかんちゃった。私の会話で絶対ね、ちょっともう、袋小路で追い詰めようみたいな話になってっけどさ。いやいや、その、うん、でも正論でもあるやろ。いや、もうその通りですよ、本当に、うん。言ったからには私も自分もやりようけ、うん。本当にやっぱ社長はよく考えておられるなって思いました。あの、考え方が矛盾してないよ。いや、本当です。つまり、頑張るのは自分との戦いない。弱い自分との戦いない。そうです。だから、なーも、乗るまま、なーも貸しとらない。で、休みは必ず休めと。でも、その休んだ時に、みんななんかするやん。そこそこ。ね。やっぱこう、なんか研究しようわけよ。そうですね。自由課題を与えとるみたいなもん。それで、時間外学習報告書を提出してもらってます。月に1回。ああ、そうなんですね。だから、みんな、だいたいこの人はどんなことに興味があるのかなっていうのが分かってくるから。ああ、そうなんですか。あとさ、これ好きやろって。でもそっちがちょっとしてみらんとかいう話ができるのか。そうですね。だけうちはノルマはないけど、時間外学習報告書を何枚出すかによって、あのまあ、評価が違ってくるとかね。ああ、そうなんですね。ってことは、勉強するやつは認められるって。ああ、なるほど。うん、そうですね。
だから時間外学習報告書1枚につき500円。わあ、そうなんですね。どう？いや、いいですよ。そこからなんか発想の目が生まれですね。うん、そいつとまたプロジェクトチェンジするから。そうですね。うん、あ、ノルマとかないんですか？ないよ。あ、そうなんですよ。それも全くこれから先も。ない。しようと思ってない。ああ、そうなんですね。いらん、そう。ノルマとかそんな人に課せられたもので誰がうまい、そんな面白いね。面白くないやん。確かにそうですね。自分で取りに行った方が面白くないもん。恋愛もそうやろもん。いや、そうです、そうです。こう、自分がいいなーと思って、こう、いや、商売と恋愛、もう一人にとっちゃう。ああ、確かにそうですね。好きだなぁ、この人と一緒におれたら楽しいなぁって思ったその日。初めてのデートとか、まあまあ、初めてのデートでも、なんか、結婚した日とか、まあ、なんとなく、嬉しいなぁと思った日があるやん。うん、ね。その日と同じ日をずーっと続けてったら、絶対まあ商売もうまくいくって。あの、そうですね。お店のオープンした日を、の気持ちを続けてったら、絶対あれすると変えちゃうよ。そうですね。うん。あの、秋代の心配りに。結婚してからもそれができたらいいんですけどね。だけど継続って大変なことよ。できないですもんね。なんであんたすぐできないって言ったのよ。もう、自分は、去年結婚したんですよ。おぉ、もうあと1年目でできないって言うの最悪長く付き合って結婚したんですけど、なかなかやっぱ、思い通りにはいかんなと思って。でもあんたが自分が支配しようとしようわけ？いや、そんなことないですよ。うん、でもその、やっぱり、あれじゃないですか、いろいろその夫婦で、その、ルールっていうか、まあね、ちょっと、奥さんから。それでさ、あのね、こんな本があるんよ。万人法の幸福の修理って。はい。ちょっと、パッと開けてみて。でね、女性はこれを持っとかないか。女性は絶対。でもこれはね、男のあなたがこれを読めよって奥さんに言ったら、これは女性の先輩が女性に対して出す本なんですよ。これはあなたから女性に出したら、お仕着せになっちまうね。ああ、そうなんですね。こんな、これを見たらいいってこと。ここだけでもハッとする。ここ目次見るだけ。私ね、結婚、あ、そうそうそう、興味あるところを読んだりと、そうやって。そう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 。今から結婚しますってね、わざわざね、私に結婚の挨拶に来てくれたお客さんがおっしゃったと。はい、で、嬉しかったもんやけどさ、あの、その本を奥さんとご主人にプレゼントって渡したんですよね。なんや本やって言われたけど、この本にいいヒント書いてあったよって言ってね。なるほど。生かすもこの人を殺すもその人次第もね。両者は助けてくれるよ。いろんなこと。で、うちはこれを読んで読書感想を書いてきて、この人はピリッとしとるなと思ったら採用しよう。あ、そうなんですか。だけど、ちゃんと、ハローワークにも、このプロの条件を読んで、読書感想を書いてくるのが、一応最初したらさ、前例がないけん、ちょっと上と、そういうこと上と相談させてくれって言っちゃったけん。そうですね、まあ、前例なんかないでしょうね。で、しかもこれをダメって言うぐらいだったら、ハローワークも大したことないですよ。私によったら、すぐ OK が出て、ほら、要するに、偏った本でもないし、その金額もほら、そんな、無謀な本でもない。で、これね、本屋さんに売りらんじゃん。ネットでしか売りらんじゃん。つまり、ネットでサクサクそんなことができる人っていう条件を出したみたいなもんやん。ああ、なるほど。あ、そうですよね。話がやかろうか。そうですね。なるほど。そういうことですよ。ああ、そうなんですね。で、これを読んで、こう、なんていうか、本当に自分、どっかから検索して引っ張ってきたんではなく、自分の心の声で、文章を下手くともでもいいと。その人のなんか持ち味のいいのが出とったら、つまり、読んでさ、あ、この人とやったら仕事してみたいなって私は感じたかどうかで。ああ、なるほど、ね、そうですね。だからもう話早い。で、これをこんなめんどくさい作業してこんわけよ、普通は。うん。もうそれだよね。もう古いにかけれる。時間対策だ。そうですね。なるほど。そうですね。うん、っていうか、あれなんですか、女性が多いんですか、その。いや、男性よ、男性よ。なんでかって言ったらね、焦げ言うたり頑張って、女性は本当はものすごい能力あるけど。はい、だけど、はい、子供を産んで育てるって女性、いや、これ、男性もせないかんとよ、今、イクメンって言ってあれだけど、でもやっぱり女性がしっかりそこせないかんと思う。そうですね。やっぱ男じゃないといかんじゃん、これ。男女差別じゃないけど。ああ、ですね。あとは、そういうものも終わって、その、結局、ある程度のいい年になったじゃないけど、そういうのが終わった人が仕事一生懸命やろうって。だけど、私はそういう、こう、プロフィールでは見ら。その人の本気度。ああ、なるほど。ただし、この目がさ、老眼が入ってくるとよ、私たちの年になったら。だけん、やっぱり35、6ぐらいまでがもうギリギリよ。これを始めるの。ああ、なるほど。どう思っておいてもね。
だけど、ね、50とか58歳とかで求人聞いちゃうけどね。私の目でさえもう今までしおったけんできるっちゃけど、うん、私の目とかになってもらわないかんのに、その人たちがから一からっていうのはさ、無理。厳しい。ああ、そうですね。だってもう、一番細かいもの見ないかん仕事っちゃもう、これで、うん、これで見分けないかん仕事なんやけど。ああ、そうですね。っていう意味はあるね。うん、年齢が一等したからダメっていう意味じゃなくてね。だけそういう人と、例えば雇用をどうのこうで守るとかなんとかとかいうような発想でいけばね、うん、もっと違う仕事ですね。ビジネスね。ああ、そうですね。うん、なんか。でも、さっきも言ったんですけど、その新卒もしとるんなら、学校に出したら多分かなり来るんですよ。今、やっぱり就職がないからですね。うん、結構受けに来ると思います。ね、じゃあ、それを見て、例えばうちの Facebook を見たり、ネット上とか見て、あ、受けてみようかなっていうことが現れるかもしれないね。今学生も多分結構しようからですね、Facebook。そこ。だからその子たちの様子もわかるしね。お互いだよ、お互い。そう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 ね。だってお見合いみたいなもんやけどね。そうで、最終的には仕事してみなわからんじゃんね。確かに。それは絶対わからんです。絶対わからんです。いや、それがさ、あのね、専門学校の子やったよ。やっぱりネット上でこういう求人とかしようのがわかっと思うやけん。あの、遠い子やったと。カクテルホテルまでに泊まって、うちに5日間だけ研修で入らせてくれて、ね。いや、なかなか、これもとっつきがいい子やったけどさ、はい、あ、いいなと思って、はい。1日と、1日半で終わったね。ああ、そうですか。うん。今からお金を合わせるって大事な時間にさ、すいませんって言うけど何言ったら、タバコ吸ってきていいですかって言うよ。今じゃないよって言ってからさ。ねえ、ちょっと違うよ。で、それ私怒ったわけよ。あんた、今じゃないよって。誰もタバコ、で、しかも、ここは火気厳禁やけん。まずタバコを吸う人は、浮き上げて厳しいよって。でしょうね。で、言うのに、言っとったよ。はぁって、じゃあ、あの入ったらやめるようにしますとか言ったくせによ。あの、すいません、タバコ吸ってきていいですかって。と、次の日、もう心が折れました。もう折れとけって。だから私もあいつ、そいつのおいつ、おゴルゴルバさん、ポーンって蹴ったって、今度は暴力ですから、もう悪いけど、もう、もう二度と来るなって。もう、どんな、もう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 、まあ、面白いっちゃ、漫画にしちゃ面白いっちゃけどさ、真剣に仕事しようよ、みたいな。そうですね。仕事、依然の問題なんよ。そうですね。その通りですね。疲れる。もう、耐えきれんで。でも、耐え敵を耐えるって、一人敵を一人までかんでもってさ。すごい、やっぱ。タバコ吸う人にしか分からないし、やっぱ我慢できるんでしょうね。まあね、いや、分かるよ。でも、この業種ならさ。そうね。今や大丈夫。面白かったですね。面白そう。もう、漫画のエピソード、それ漫画家さんとしておるっちゃけど、漫画のエピソードとしては、もうそれぜひ作ってほしい。そうですね。なるほど。そうですね。本当、いや、だけど、まあ、なんていうかな。あとね、私がセール前ってやっぱどうしてもナーバスになっとっちゃけど、金箔の金の額縁、はい、ここにペタッとセロテープで勝負札を貼る子やったと。副大の卒業さ、はい、ね、私も副大だけどさ、はい、たださ私は何を考えたのって怒ったわけよ、はい、だからね、教えてもらうのは分からんって言ったけど、金箔によセロテープ貼ったらほらこのベニヤにこんなんと一緒よ、はい、っていうか、パッと見て、どこに貼ったらいいですかって、どうして聞かんとこあると思うわけよ。うんうん、そうですね。どげをもう。そう、自分から聞かんといかんす。ここやったらいいよ。でもなんかそんなデリケートなのにセロテープ貼ったら、ちょっと一瞬躊躇せん。そうです。それもちろんですよ。何も考えされたんですけど、その人。うん。いや、それでさ、私怒ったわけよ。何考えたのかって言ってから。そしたらさ、怒ってやめたみたいな感じなんやけど、で、そしてさ、そしてまたさ、似たような私たちのところに、まあ、ちょっと他のところにまだ戻ってくるね。ああ、そうです。何々っていうのはどうも、春松さんとこおったみたいだけど、土下座風の人やったっていうけど、実はそういう理由やってやめとって、そのなんか理由つけてやめとったやめよったよ、つって。で、またもうそういう同じ業界に戻ってくるみたいなね。みんななんか点々としよった。ああ、そうです。ちょっと。やっぱ、怒ることが多いんですか、その、なんかあったら。いや、それは怒ったね。いや、今回も私が言ったよ、今、私会話したよ、あんたち。そうですね。どうも、もう、キャブ超えと？いや、全然大丈夫です。なけ、私の理屈はこういう感じよ。そうですね。つまり、だから、言うべきとこ言いようだけよ。
うん、だけど、今回の、みたいな、あなたが今、結局納得してくれたようなキャンプはどう思っとうけど、あですね、私はっきり言ったら、今、メタもダメよって言って、あなた言ったら、でも、ミクサーとっていう感じ。はい、そうです。でも、今やっぱり、若い人は、こう、怒られたことがないからですね。そうみたいね、そうみたいね。怒ってしまったら、やめれるかもしれないです。そうなんよ。なんで、難しいですよ、言い方が。言い方が難しいです。難しい。私たちのところは、もう、私たちの親とかも、馬鹿の風景の言うてね、もうね、つまり、要するに、それは言っていい子だから、逆に言えば言うやな。いじめではなく、鍛えるって意味で、やっぱあるよ。あのね、これはね、実は、この、これとこれはね、実は私のオリジナルで作った言葉なんよ。はい。はい、つまり、うちに入ったらさ、知識のことばっかり言うわけ。つまりほら、専門性の知識もメモしよっちゃうけど、はい、私これ結構商売で、四方八方、ね、四方八方気が届かない。あの、東から太陽昇りますから、はい、初めの気持ち、はい、初心が大事だよね。で、これ普段の努力、ずっと続けるという努力。はい、で、知識は誰にも盗まれない、動かないものだから、北にあるって、はい。で、まあ利益は南にあるっちゃうけど、ね、それで、和、敬、静、寂。これはあの、お茶の基本理念なんです。はい、あの、仲良くすること、ね、和し合うこと、あそうですね、それと、物も人も敬うこと、ね、なるほど、はい。で、清いこと。これはあの、はい、要するに、これ病気にもならないよね。ああね清めとくってことね。はい、心も、はい、ね、すべてのものを清めとくってこと大事、はい。で、弱っていうのは、想定外はないわけよ。すべて想定内にしとけば想定外はないやない。ああそうですね、これが若年不動心。何事もがあっても、有事があっても、物に動じない心。これが若年不動心って言うんですよ。で、この和形静弱っていうのは、お茶から習った理念なので、そういうのが、少しずつ、少しずつ硬い、冬のカシの木のように、ね、うち、厳しい、はい、季節の、気候の、はい、年輪節。四方八方年輪節なんですよ。私の頭の中。はいはい、だけ知識ばっかり詰め込もうとしようこに、うん、あんたはこういう観念で物が動かないかんって、うん。バランスが大事なんだよって。そうですね。話しましたときに書いた。ああ、なるほど、うん。これはね、学校の成績ってさ、はっきり言って、赤点って49点赤点39点。39ですかね。ってことは40点取れば一応パスさせてくれるのかな？そうでしょうね。ね。っていうので、でも仕事ってさ、100点で当たり前だよね。ああ。でもそれが100点なかなか取れるんで、みんな大体みんな超えるじゃんね。そうですね。それダメやったら戦力がやる。戦力がそうですね。ねここやろうが、ね。でも、120点の極意。つまり、言われてしよう仕事はここまでない。ああ、そこが言われてないし。自分で考えてする。ああ、なるほど。そこに報告、連絡、相談、確認は必要なんだけども、はい、この120点のことをしようかんとプロじゃない。ああ、本当その通りですね。そうですね。その子はね、自分の来る日はちゃんと来るよ。だけどね、もう一人の人が急に休みっていうのを電話かけて、お疲れ様でしたって帰っていけるやつだ、ね。ああ、そうなんだ。だから、そんな電話があるってことは、俺明日休みですけど、ちょっと、午前中だけでも出てきましょうかとか。そうですね。ね。言わないから、ね。普通は言うじゃないですか。ないんですか。つまりね、自分はこれだけ仕事してますっていう感じのもう雰囲気を、空気をものすごく出したけど、私からしてみたら、こっからいかやもんやけんね。あなたは決して占領外とは言わんて。だけど、これがプロ、仕事の世界なんだよっていう説明をしたときに。そうですね。それで、こことかしていいわけね。そしたら、ここのとことか、ほら、何を今まで見よったかとか分かるよね。休みの日に行く温泉の検索がされたわけ。はい。分かるっちゃん。ああ、そうですよね。そんなもんよ。つまり、ここにおって、ね。要するに、ノルマもなんもないけ、うん、好きなことしようわけよ。ああ。休みの日に行く温泉の検索がされる。ああ、そうなんですね。で、私、もうそんなことは言わんかったよ。でも、全然、ここない。それ、そいつは。だけん、あなたは全然まだ一人前じゃないっていうことを言ったらした。人も言っとったよ。で次の日から来なかったね。ああ、そうなんですか。一年ちょっとだけどね。ああ、そうですか、うん。いや、それでね、私ね、一生懸命手帳にはかけたつもりだったけん。でも、そんなすぐ辞めるんですか？そうやもん。はあ。で、それで、お父さんにだけ出ました。はい、今度ご子息が、就職されるときは、3年は続けなね。ものにな、何にもものにならんぜって。それだけは強くご指導してやってください。そうです。それだけ言ったんですよ。もうまるで学校の先生が教育指導みたいだけど、そうですね、もうそれぐらい私も頭切ったけ。それだけ私は仕込んだつもりやったけどね。全然入らんみたいな。そうですね。すごいよ。大体仕事っていうのは3年で、まあ一通りっていうか、して、うん、まあ慣れてくるっていうかですもんね。うん、それを耐えたら大体続くんでしょうね。そう。
3年で、まあ、3年以上ってくれた子は結局そんな、その、不当貸し付けがあったけどね。ああ、そうなんですね。だから私、教え疲れするっていうかね、教え慣れはしたよ、だけど、もう。ね。ああ、そうですね。どうやって、どうやって、ね、だんだん改善もするしね、なんなんね。そうですね。ただ、7年間続いてくれと、パートさんは、要はお子さんがまだちっちゃいけど、まだほら、保育園に預けようみたいな感じで、小学生と保育園が、はい、フルで働けんわけ。ああ、ですよね。うん、だけ、うん、別にその、サボってどうのじゃないと。だからもうそれは、そういう時期の女性やけんね。うん、だからでも7年続いてくれとおけんさ。そうですね。やっぱ、うん、あれよ。うん、助かるよ。で、もう一人の人は、それこそこのプロの条件を読んで、うん、うん、あれして、もう、僕は決めてますとか言うけど、決めてますから、先生、私やけとか、私は決めるんじゃけだけど、逆なんやけど、ああ、そうです。でも、その人はね、もともと自分がまあ商売しちゃって、まあ商売を、まあ結局もう、畳にしちゃったわけ。ああ、そうなんだけど、要するに、あの、経営者の感覚が分かってました、ね。ああ。まあ、この人はいいんじゃないかなと思うけど、あんまり年は変わらんわけよ。だけど、次の後継者にならんねえよ。本人も言うんだよ。ああ、そうなんです、ね。飯屋を待ちましょうって。ああ、そうなんです、ね。で、番頭さんでずっと、うんうん、迷ってくれたらいいなと思いながら。で、彼はその、今日休みやもん。ああ、そうですよね。だけど、防犯の意味でもね、本当今、こんな一人とかってまずいよね。そうですよね。ね、本当はね。うん、でも、そんなしながら、この決算書ですよ。いや、素晴らしいです、本当に。本当に素晴らしいです。いや、どうくんさ、私から申してもらったら、私が頑張ったのに、相続税してるのはないやろって言いたくなる気持ちはおかしくはないやろ。そうですね。もうあんまりやろみたいな。で、これを税理士さんに、シャワーで、私も、あーって思って、怒って、まあ言ってないよ。でも、もうちょっとやり方あったでしょうもんっては言いようわけで。そうですね。うん、それはおかしくない。いや、おかしくないです。なんで、あれですね、もう、社長だけでされたんなら、その、従業員さんが育ってきたら、もっともっと上に行けるですね。楽しみですね。うん、だけ楽しみと思いますよ。いや、あのね、誰でもって言うわけがいかんわけよ。そうですね。つまり、この私の話が分かってくれて、はい、一緒に、うん、この人にやって、だけど、つまり、ね、この人にかけてみようぐらい思うような、うん、自分の人生をこの人にかけてみようぐらい、だってさ、はい、仕事と結婚って似てない？そうですね。だろ？はい。だろ？はい。ってことは、あ、要するに、この人を、つまり、女性のリーダーやけど、今、でも、いい面はさ、昔と違って、女性のリーダーを受け入れるキャパがあるよね。今の若い男性に。そうですね。ね、これは全然今、はい、私からすれば優位なんよ。はい、昔の、私たちぐらいの男性だったら、まだまだ女性の上司を認める人少ないよ。はい、私たちから上は。ああ、じゃあもう女性についていくっていう。ないやろ！ないんですか？ないやろ？そうなんですか？うん。つまり、男女差別で見ないんやろ。あなたたちから以下。ないですね。できる女性。いや、もちろんです。やろ？はい。という意味では、あなた方の方が私は仕事がしやすいわけ。ああ、そうですね。うん、女性は腰掛けだって思ってないけん。ほら、本気な女性っていっぱいおるの知っとうけんね。はい。なんかそういう意味では、だんだん有利になっていく。ああ、そうですね。うん、と思うじゃんね。ですね。だけど、その、なんか、厚顔無恥な、傍若無人な、その、先生君主ではなく、あの、いわゆる、そういう、真剣に戦ってくれるメンバーと、こう、私、今こう思いちゃうけど、どう思うとか、とか言いながら進めていく企業だ。はい、そうですね。うんで、メタボーダメよ。筋肉の筋肉、あれだけちゃんと。いつでも T シャツ着とって格好からダメ。それが私特徴じゃないですか。それ大事。でも大事と思うよ。大事です。本当に。だろ？で、それが自分に合ったのでいいとよ。別にその、なんか、ね、これ世代かとかなんかじゃないとよ。で、フィットネスクラブに行くと、その、プロのインスタラクターが教えてくれ、指導してくれるじゃん、ね。でもいいことやろ。そうですね。なんか言っておいて、半分は会社負担するよって言っちゃう。ああ、そうですね。本当だから。ああ、そしたらいいですね、本当。それと、動産鑑定士とかなんかとかこういろいろこうあるんだよね。ああ。だからそれを、ね、合格してきたら全部会社を出すよ。ああ。うん。合格するま、だから休みの日に何せないか分かったらいろんなことせないか。ああですね。自分がこれ必要だなって思ったらね。こっちからお題を出さ。ここだからそれ。そうですね。そのやっぱ銀行も一緒ですよ。でしょ。あの、やっぱ勉強して資格取らんと上に上がれんからですね。そう全く一緒ですね。て、うんうん、いうか上に上がれんというよりも。いざお客様から、その、どうって言われたときに、提案できんよね。ああ、そうですね。知識がなかったね。知識がなかったね。そうですね。うん、ってことは、生きと知識を持ってこないかんよね。そうです、そうです。そうです。っていう時代。だけど、大変な時代が来たんじゃない、うん、面白い時代が来たと。そうです、そうですね。うん、自分さえ頑張ったら、そういけるからですね。そうそうそう。そう面白い時代が来たとよ。だけど、なんか知らんけど、えらい不安があったわって、なあ、面白い時代が来たとよ。と、私も思ってるよね。っていうことを
なんで若い人を買ってくれるの？いやそう、もう。なんかまあね、褒めて育てるって言ったってね、それはね、そのね、褒めるとこっていうのは、でもね、この決算書を見て、うちのおじは褒めてくれたよ。いや、すごいですもんね。私、ほら、母が亡くなった時に、当然ほら、まあ、母が亡くなったことを連絡する相手ない、当然。私の、あの、母の弟やけ。だから、あの、急にね、公園になっとけん、こう、当面、困ることとかなんかあるのやったら、はい、あの、ちゃんと言えて、あの、それも、あの、あけんで、はい、あ、じゃあ、決算書見せますけど、ああ、そうですね。決算書やってる、いや、それ見てもらったら一番いいですから、ああ、そうですね。あのおじとおばがそれ見て、はぁ、よう頑張ったなぁって言って。いや、ほんとに、すごいっすね。なんかね、ネームバリューも使わず、ね。そうっすね。これをだからほんとね、若い人に売ってたの、だから、今就職なんでどの頃か言おうけど、なんでこれに気がついてくれるんだけど、だって出し方が悪いのね。私が見せ方がまだ悪いのね。わかった。じゃあ学生の求人、学生、あ、大学の求人の子ね。そうですね。で、もういきなり正社員は専用がいいかもしれないです、はいはい。例えば、3ヶ月は見習い期間とかで、うんうん、まあ、給料落としたって、うんうん。ちょっと、あとさ、学生のアルバイトで入ってきてもいいと思う。ああ、すいません、それはいいですよ、ね。1年生、2年生、3年生の時に。それで。ここやったらって思ってる、ね。ただ、それもさ、他を知っとったらうちの良さがわかるけど、わからんじゃんね、まあ。それはどうしようもないですもんね。ね。宝石が宝石ってわからんのって一緒なんよ。そうですね。ね。だって世の中玉石混合やけん。そうですね。うん。でも学生でしちゃうアルバイトってあれですか？おろろろあれですか？おろろ本当ですか？そうですね。そうですね。まあ、それで本当にできる人を正社員に、ね、とかにできたら一番いいですもんね。そうですね。私もその3年なら3年見よう間にさ、ね、あ、この子やったらって思えるやない？そうですね。この子は違う。で、うちのそこと学生のアルバイトやったら、あ、また就職のことで、じゃあねーって。そうですね。じゃあねーも言いやすいやんか。こういった悪いわって。そうですね。ね。うん。あの、それやっぱりいいですね。ここね。ここね、教えられるとこじゃないじゃん。これセンスないの。ああ、確かにその通りと思いますよ。うん、その、まあ、自分で気がつくっていうか、気がついて。そして動くって。そうそうそう。まあ、そこですもんね。ね、ここしかないもんね。正確ですね。ね。うん、しかもそれが、相手におべんちゃらとかなんかこう、私を見ようんじゃない。その、要するにほら、あそこに書いてあるみたいに、利益はお客様からしか出らんちゃう。とか ね、大事なのはお客様活動とか。はい、そうですね。ねそこしかないじゃん。で、そのお客様っていうのはさ、お客様にとって利益になること。はい、ちゃんと提案できることとか。そうですね。ってことは、その立ち位置のプロの専門性がないと、去られて当たり前と思わん。そうですね。これはですね。やろう？ちょっといかんですね。いかんやろ？いや、そう、ありがとう。私が思うようのが間違っとったかなと思ってさ。なんで、とりあえずは、相談した方がいいです。わかった。相談して。じゃあ、一応話した方がいい、ね。話した方がいいです。絶対した方がいいです。わかった。それをしてから動く。そうです、そうです。でも、動いてもおかしくない理由はあるよね。あります。うん、ありがとう。もう本当に高いお金払っとうからですね。86万っていう。ね。それはかなり払っとうですもんね、報酬に見合う働きをしてくれてないって言ってもおかしくない。そうです、そうです。よかった。今日あなたに来てもらって、それを見て、あの、はっきりあなたにそういうふうに言ってもらってよかった。あの、うん、中立の立場やけん。別にほら。そうです。ね。ほんで私にとってうんぬんとか、あっちにとってうんぬんじゃなくて。で、別にね、平和主義者やけんね、私、なるべく喧嘩、あ、そういう、こう、仲良くしたいっちゃん。普通にしたいと。そうですね。うん。だけど、なるべく、本当はそういう嫌なことしたくないんだけど、嫌な立ち位置ですよ。そうですね。うん、嫌よ。だって20年よ。ですね。20年。でも、20年付き合ってどうするんだろう、まあ、よ、これ、本当に。で、その会社にしてもらう前からがあるって言うけど、二十何年か、24年な、あの、お付き合いですよ。でもですね、うん、その、社長も変わったんで、うん、買いやすい時期です。はい。皆さんそうです、ちょっと言っちゃ悪いですけど、買いやすい時期っちゃ買いやすい時期ですね、ちょうど。ね、分かった。分かった。あ、これ持ってあ、はい。ちょっとお預かりします、ね。すみません。ありがとう。でもあのなんか私のモヤモヤを取ってくれてありがとう。いえいえ、何もですか。いや、楽しかったです。そう。勉強になりました。でも、分かったろ私が言いようことが。ああ、分かりました。一つの言葉尻だけ取ったら、なんか、はい、って感じるんだけど、ネタもダメよっていうのはそういう。そうです。でも、もう、やっぱ、小林さん、これからは、もう、楽しみです。本当？ありがとう。いや、もう社長はやっぱ、しっかりした考え持っておられるんで、と思いますよ、こう話して。はい。で、間違いないと思います。でも、私がおかしいときは言ってね。
あ、もう、それはもう。そう、もう、土地狂いすぎですよって言ってね。そうその時はです。あ、ほんとおかしい時あったら言って。わかりました。よろしくお願いします。すいません。だって全知全能の人なんかおらんじゃけん。みんな迷いながらこう手探りでしょ、ね。とりあえずね、チーム春町がね、強化せねえ感じ。ありがとう。